テレデデッテデーティーバックパンジーダイヤハート、オレレレレレはい、後方の男性ゲクー、お、俺じゃない、俺じゃないんだよミユキ、ごめんなさい、わかってるよ、そんなことただの殺人だ。ライブ君、あなたが代わりに答えてあげる。お前がやれよ。じゃあそこまで言うなら、それは違うよ。え、それ違うの、右足がくせえぞ。ああ、それは違うよ、それ違うの、これ長い付き合いになるよ。ただのデータだよ。パンティー弾丸論破チュッチュッ、音でけこんなことやってるからさ、いつも時間がなくなるんじゃない？気づいたけど、この時間をさ、省く努力していきましょう。ただなんか知らないけど、なぜかわからないけど、この前まあ7時間ぐらいかけて3章丸々やったら、フルマラソン3回分ぐらい疲れたから、今日ちょっといいペース配分でね、やっていきたいなと。なんで疲れるかっていうと、モノクマの声してるから疲れるのね。今日はモノクマしません。今日の俺の目標、モノクマしない。え、5人だけになっちゃ、5人だけになっちゃったね。ここに集まるのも。最初にスタートした時の3分の1の人数だべ。もうだいぶ減ったよね。それにしても、あ、そう！昨日のあれは何だったんだろう。そう。大神さんが黒幕の内通者なのか。一番内通者っぽくないこいつが内通者だったっていう感じかな。それか夜な夜なみんなのために戦いを挑んでるか。よし、じゃあぶっ倒れるまで食べよう。じゃあってなんだべ。だってみんな怖い顔になってるよ。お腹減ってんじゃない。だけど倒れるまでというのは困るわね。この後みんなで探索をしないといけないんだからね。なるほどなるほど、学級裁判後の探索がまた行ける場所も広がっているはずだからな。4階に行ってみようや。それに私たちはアルターエゴだってある。この状況の全てが絶望ってわけでもないわ。そうそう、暗いことじゃなくて明るいことを考えようよ。ここから助かった後のこととかな。フラグに聞こえるこいつ。俺ここから抜け出せたら真面目に生まれ変わろうって思ってんだ。今夜こいつが死にます。それは大丈夫。死亡フラグバリバリのセリフだけど大丈夫だべ。俺は死なん。なぜならもう殺人は起きんからだ。今夜こいつ死にます。で、え、何を根拠に断言したの。昨日の夜占ったんだ。俺の占いで出た以上間違いないべ。死にます彼。されどされど、お主の占いは当たるのか。どうなってな。 20% もしくは 30% の確率でぴったり的中。まあまあ当たるな。曖昧だし微妙だね。たまにしか当たらねえのは当然だべ。超能力じゃねえんだから。オカルトは信じねえんだ。オカルトは信じねえんだよ。俺の占いはオカルトの類と一緒にすんなって。占いってオカルトじゃないんだ。ちげえって。ダントツ違うべ。占いは占いだべ。キャトルミューティレーションなんかと一緒にすんな。なんだろう、キャトルミューティレーションって。キャトル何。それは都市伝説よ。宇宙人が牛かなんかを連れ去って調査目的に解剖してるといった類の。実際都市伝説と言い切れるのかな。こんな話がある。俺の体験談だべ。その日俺はハンバーガーを買いに行ったんだ。その店は初めて入る店だったが、ビーフ 100% のパティが売りって店だった。俺は早速バーガーをテイクアウトし、そして家路へを急いだんだ。ゲイだよ。その時だった。ゲイだよ。正規末だね。なんと突然空から開口線が。みー、その開口線は俺のハンバーガーめがけてまっしぐる。瞬く間に俺のハンバーガーを連れ去ったんだべ。牛がかわいそう。そしてその直後、空中で静止したハンバーガーはいきなり分解され始めたんだ。そして一部がそのまま連れ去られ、残りは俺の手元に戻ってきたんだべ。これがどういうことかわかるか。つまりそのパティはビーフ 100% じゃなくて、実は合いびき肉だったんだべ。おそらく豚が7割牛が3割のな。許せねえ。すぐに店に戻って店主を問い詰めたべ。そしたら確かに認めてたべ。ビーフ 100% じゃなく合いびき肉だってな。どうなってな。分かったろ。これがキャトルミューティレーションだ。オカルト否定派なのか肯定派なのかさっぱりだよ。あんたって本当にアホ臭いよね。ひでえぞ。あんたって本当に臭いよね。あんたって本当に臭いんだからね。うん、それでよし。え、いいんだ。当たるといいよね、その占い。まあ少なくとも俺は人殺しなんてしねえって。私も殺さないよ。てか殺すわけないじゃん。そうだな。そうだな。我々もだ。ええ、私もよ。もちろん僕だって仲間を殺すなんて絶対にそんなこと。なんかもう殺しそうなやつあんまいなくない。あ、いるか。深川と戸上がいるか。葉隠でもあるな。バカなふりして。本当なら深川や戸上もこの場にいてくれればよかったんだがね。でも
もん。あいつらって嫌なやつだし、自分のことしか考えてないし、朝日奈葵もこんな可愛い顔してワンチャンあるな。疑心暗鬼になってる。性格悪い同士で一緒になっても俺らとは無理だべ。それらの言葉が物語っていた。僕らの約束が抱えている弱さと脆さを。チャプター4まで来ましたよ、弾丸論風は。4回行くで。希望が峰学園の4階。やっぱりここが解放されていたのか。神々しいね。今度こそ何かの手がかりを。いや、絶対に見つけてやる。犯人はお前だ。まずはそう言いつつ俺は女子トイレにワンチャン入る。あ、ねえ、てかさ、ちょっと待て。3階の男子トイレに入ったらさ、俺誰かに殴られて証拠隠滅されたよね。情報処理室から行こうか。ガチャガチャ。ダメだ、鍵がかかってる。ここには入れない。お前今回やられそうな匂いプンプンするけど大丈夫か。ここの階と解放されたはいいけど鍵がかかってる部屋が多いべ。心配だよ俺、あんたが。俺この戦争から帰ったら結婚するんだからね。この葉巻は勝った後に吸う葉巻だみたいなことずっと言ってたみたいです。ただそこを裏切ってくるのが弾丸論破っちゅうゲームや。部屋中に薬品の匂いが充満している。ここは化学室さ。それにしても薬臭いな。人体の影響とかは大丈夫なのか。まあ、一応薬品もチェケしてく。かなり大きな棚だな。しかも棚いっぱいに薬品が詰め込まれている。そうだ、苗木聞いて聞いて。一旦深呼吸して落ち着いてからよく聞いてね。うん、朝日奈さんのこと落ち着いてね。保健室や倉庫にもなかったサプリメントが勢ぞろいなの。ビタミン、ミネラル、アミノ酸、クレアチン。よし。なんとあのプロドルメン X まで。おいおい、海外製の超高級プロテインだ。倉庫の安物とは違うんだ。知らん存ぜぬではまかり通らんぞ。すごいよ、宝の山だね。感謝通り越して拝んじゃうよ。まあこの筋肉バカ2人は一旦置いといて。ここは職員室か。だけど頼るべき教師の姿はもちろん見当たらない。花？机の上に花がある。なんだか異様な雰囲気。モノクマメダルのバーゲンセールだ。全部一緒。バーゲンセーラーだ。ここでつか、バーゲンセールは。何これ、ガチャしろーちゅうこと。おい、あれ、床に写真が落ちてる。あ、死んだ3人の笑顔。窓に鉄板のない教室。同じだ。前に見たあの写真と関係ないわけないような。しかも死んだやつだけ。まるで普通の高校生のような笑顔。この絶望のような状況から生まれてきた笑顔とは到底思えない。やっぱりこの写真は希望が峰学園に来る前に撮られたものなのか。だとすると写真に写ってるみんなはこの学園に来る前から知り合いだったってことか。あの前園さんも。いや、そんなはずはない。こんなのモノクマの捏造だ。にゃっにゃっは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 っ。その写真は本物なのか。本当だよ、写真は本物。それ以上でもそれ以下でもない。うぶここは音楽室か。その辺のホールにも引けを取らない設備だな。まだあなたから感想を聞いていなかったわね。それは男子トイレのか。そうなんですよ。いざ調べ物をしようとした途端急に誰かに襲われて。え、襲われた。誰に襲われたの。それが背後からいきなりだったから顔までは見れなくて。しかも気づいた時には部屋にあった資料も山のように山も資料の山も綺麗になくなっていて。ごめん、重要な資料だったよね。いいわいいわ、平気よ。私はもう見てるから。私はそれにあなたが黒幕に襲われることはある程度予想してたしね。教えて早く。だって私があの隠し部屋を発見した時、黒幕は廊下の監視カメラで見ていたはずよ。それでもあなたを行かせた理由は、あの部屋が黒幕にとってどんな意味を持つのか見極めたかったからなの。つまり黒幕は隠し部屋の存在を知っていたのかどうかをね。人柱っちゅうことですか僕は。でもあなたを襲ってまで奪い返したっていうことは、あの部屋は黒幕にとって想定外の手がかりだったよね。だったらついでに聞いておきたいんだけど、あの隠し部屋にあったメモのことは知ってる？ここから出てはいけない。そう、ここから出られないではなくだよ。出てはいけないってメモ。あれを書いたのって。その話は今ここでしない方がいいわ。そう言いながらキリギリさんはチラリと横目で監視カメラを見合った。でもアルターエゴの話とかバンバンしとるやん。もう少し詳しいことが分かったらその時に話すわ。じゃあ次はあなたの番ね。あなたの秘密を聞きましょうか。私が気づかないとでも思った。あなたは何かを隠している。そうなんでしょう。はい、僕はニコ生主です。それはさくらちゃんのことかな。監視カメラが気になるからこっそり紙に書いてくれてもいいのよ。それはねえ、
仲間なんだから信じて話すべき。あなたが私に言った言葉だったよね。確かに仲間同士で秘密は良くないけど、だけど確証を得ない仲間の疑惑を、もっとまずいよな。でも言う。まだ確証を得たわけじゃないし、話したら逆に混乱を招いてしまうかもしれない。仲間に秘密は良くないけど、だけど確証を得ない仲間の疑惑をむやみに話すのはちょっと、もっとまずいよな。でも言う。まだ確証を得たわけじゃないし、話したら逆に混乱を招いてしまうかもしれない。仲間に秘密は良くないけど、だけど確証を得ない仲間の疑惑をむやみに、だよお前よ。じゃあよ、最初からこんな選択肢、枠手か選択肢出すんじゃねえお前。ごめん、まだ今は言えないんだ。それがあなたの答えなのね。でも卑怯だとは思わない？人の話は聞くくせに自分の話は言わないなんて。いいわいいわ、もう。じゃあね。じゃあね。怒らせちゃったよな。じゃあ最後に校長室行ってみようか。学園長室か、明らかに何かありそうだな。カチャ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 、なんだよ、鍵がかかってんのか。クソ、ファック。では早速調査の報告をするとしよう。4階に鍵のかかった部屋があったべ。情報処理室と学園長室だべ。絶対に手がかりがありそうじゃん。鍵さえ開けば中を調べられるんだけどね。ゲイだよゲイだよ、鍵なんか知ったこっちゃねって。どうだってな。学園長室のドアをぶち破るぐらい霊長類一目最強であるオーガなら余裕だべ。うん、聞いちゃったよ。うお、聞いちゃったよ、言ってたよね。モノクマのむき出しのケツは暗算型でヒップラインが超いやらしいべって。なんなんだべ。言うわけねえべ。じゃあなんて言ったの。まさか学園長室のドアを破るなんて言ってないよね。先生は学園のこと信じてたのに。学園長室、お前変なこと喋んなよ。なんてだったらさ、お前さ、読んでくれよテキスト、信代。学園長室、今や僕の部屋だよ。その部屋のドアをぶち破ろうだなんて。イライラ。クマを怒らすと後悔するよ。クマの爪は雑菌だらけなんだからね。いや冗談だべ、マジで怒んないでほしいべ。こら怒ってないよ。バッチリ怒ってんべ。ルールで縛るのは不本意でしたが、お前らがそういうつもりなら仕方ありませんな。じゃじゃーん、高速の追加をしましょう。残念。あ、鍵かかってるドア禁止だって、壊すの。つら。だがわざわざ校則を追加するということは、やはり学園長室には重要な手がかりがあると考えて間違いはなさそうだな。4階の科学室には大きな棚があってさ、その棚にずらーっと薬が並んでるんだけど、サプリやら栄養剤がオールキャストで勢揃いだったよ。だけどね、いいことばかりじゃないんだ。ねえ、あのね、毒薬なんかもあったの。うわー。毒薬の瓶には一目でそれとわかるラベルがあった。よもや間違いで手に取ることはないと思うが、気をつけた方がいいことは確かでしょうね。それとさ、その毒薬の件、深川と戸上には黙っておいた方がいいよね。そうだね。え、どういうことだべ。それは念のためだよ。わかるでしょ。でもだってご飯とかに入れられたらおしまいだもんね。きっと戸上くんのことだからすぐに見つけてしまうでしょうけどね。それにしても毒薬なんて物騒なものが堂々と置いてあるなんて、絶対に黒幕の仕業だよな。さあ、じゃあ問題の大神さくらちゃんに、サータンって呼んでる俺は。昨日から4階の教室や廊下にも鉄板が打ち付けられてあった。つまり相変わらずってことね。サッちゃんって呼んでる。しかし出口どころか大した手がかりもないなんてね。あ、このがっかり感たるや、実家の全焼以来だべ。あのさ、ちょっといいかな。どうだってな。原因は親父のネタ箱だべ。そうじゃなくてさ、僕からも報告があるんだ。この前僕が3階で見つけた写真のことだよ。あったね、そういえば。また拾ったね。また見つけたんだよ、それと似たようなやつよ。なんだろうね、この写真から察するに、あのセレスちゃんが頬をあからめてるから、山田くんがセレスちゃんの恥ずかしいところを撮って、セレスちゃんがもうやめてよ山田って言って、前園さんがまたそんな二人喧嘩してるのってニコニコしてる。へいへいボンボンたる日常。陰謀だべ。モノクマの捏造に決まってんべ。だけどさ、もしその写真が本物だとしたら、その写真に写っていたみんなには何か隠されたつながりがあるってことになるよね。僕らの知らない隠されたつながり、みんな死んでるよね、ここに写ってる人たち。ありえねえって、捏造だって。でもモノクマは本物だって言ってたよ。それ嘘だって決めつけるのは簡単だけど。じゃああなたは死んだ彼らのことよりモノクマのことを信じるの？驚きね。あれだけ仲間とか信頼とか言ってた割に、当の本人は仲間のことなんて信じていないんだもの。そんなことなんだよ桐崎さん、キリギリさん、こんな感情的なこと言って、いくらなんでも怒りすぎじゃ。そうだな、我らを混乱させようとしているんだろう。モノクマの言うことなど耳に貸さない方がいい。どうした、うちは揉めか、トガミかな。
お前らの仲良しごっこもそろそろ限界のようだな。っていうかほっといてよ、あんたには関係ないんでしょ。なんかもうこいつらは完全に信用失ってるね。そりゃそうだ、そりゃ関係ないさ。俺とお前たちは永遠に無関係なんだ。だからお前らがここでひどい顔を沈ませていようと俺には全く関係がないんだ。逆に俺が例のものから重要な手がかりを得てもお前らには少しも関係がないんだ。例のもの？今さらとすごい重要なことを言わなかった？あなたは今までどこにいたの？まあいいだろう。まあいいだろう、教えてやろう。俺は今まで風呂に入っていたんだよ。あとは何を知りたい？今日の運勢か。じゃあもしかして戸上君はアルターエゴから重要な手がかりを？どうやら私たちもお風呂に行った方が良さそうね。なんかでもさ、戸上君さ、時折ヒントくれない？うん、混浴だべ。よし、混浴だね。何か秘密が隠されている。この浴場へ。脱衣所に入るとベンチの上に置かれたノートパソコンの前で深川さんがポツンと正座していた。深川さんもアルターエゴの情報を聞きに来たの？何よ。もう聞いたわよ、白夜様と一緒にね。白夜様と一緒にね。強調しなくても分かったよ。じゃああんたはそこで何してんの？うるさいわね、邪魔しないでよ。俺らはアルターエゴに用があるんだ。ダメよ、白夜様との約束だもの。すっかり骨抜きにされてるね。約束？ここで待てをしてるの。白夜様にそう言われたから。犬扱いじゃん。白夜様の願いならどんな願いでも叶えてあげたいの。でもどうしてもどいてほしいならどいてあげても。くしゃ、あ、へっ、くしゃ、いー、くしゃ。で、今どういう流れ？そこをどいてほしいと。いいわよ、私の足元にひざまずいてお願いしたらね。ジェノサイダーショーになっちゃった。しゃあねえべ、力ずくでいくか。顔は目立つから腹でいくべ。でも相手は女の子だし。なんなんだ、関係ねえべ。俺はすでに山ほど訴訟を抱えてるんだ。もう怖いもんなんてねえべ。おいごる、おい、もじゃもじゃ、てめえこの野郎、変なこと考えてんじゃねえぞ。あーん、私の前よそ見で。おめえは燃えねえから致命傷にならないくらいに刺す。あ、まあ俺は女子供には熱いんだが、強そうな女子の女子供には弱いんだべ。最低だねこの人。キリギリさん、さっきの写真の件だけど。無視か、徹底してるな。ダリー女になっちゃったな。あのさ、深川さん、お願いだからパソコンを使わせてくれないかな。あれ私の言ったこと聞いてなかったの？ひざまずきなさいって言ったのよ。内吉今だべ、正座と敬語のコンボ殺法だべ。なんだよ、他人事だと思って。半ばやけくそ気味に深川さんの前で正座になると彼女を見上げるようにして言った。お願いします、パソコンを使わせてください。燃える、ウルトラミラクル快感出す。白夜様に虐げられてる分、虐げられてる鬱憤が晴れていく出す。ああ、虐げられてるって分かってんじゃん。さっさとアルターエゴとの対話を始めましょう。はい。さっき戸上くんには教えたんだけどさ、このノートパソコンに元からあった学園のファイルがやっと開けるようになったんだよ。そう、くそ、この学園のファイル覗かせていただく。じゃあ始めましょうか、殺し合いをね。調べてみたところ、この学園ではある計画が進行中だったみたいなんだ。希望ヶ峰学園に高校生たちを隔離し、共同生活を送らせる。そんな計画がね。隔離されてる高校生たちは場合によっては学園内で一生過ごさなければならない。その計画ってまさか。なるほど、同じだ。我らの置かれた状況と全く一緒だ。しかもね、そんな計画を立てたのは他でもない、希望ヶ峰学園の事務局だったらしいよ。犯罪組織とか異常者の仕業じゃなくて、希望ヶ峰学園自体が仕組んだことなの。でね、そんな計画が立てられた原因は1年前に起きたある事件にあるらしい。その事件についてはこんな風に書いてありました。人類史上最大最悪の絶望的事件。なんだべその大げさな名前の事件は。かなり悲惨な事件だったみたいよ。だってその事件のせいで希望ヶ峰学園は教育機関としての機能を失って閉鎖に追い込まれてしまったらしいんだ。なるほどね。全ての点と点が線でつながってきたわ。つまり今から1年ほど前、人類史上最大最悪の絶望的事件と呼ばれる事件が起き、その事件のせいで希望ヶ峰学園は閉鎖に追い込まれた。そしてそんな学園を舞台として持ち上がった計画が、そう、そこに高校生たちを隔離し一生の共同生活を送らせるという計画だった。でもさ、どうして希望ヶ峰学園の事務局は私たちを閉じ込めるような計画を立てたのかな。ごめん、それ以上のことはわからないんだ。これ以上の情報はもうここにはないみたいで、ストーリーが動き出してきたな。ただその事件ももちろん今回の事件と関係があるんじゃないか。役立たずでごめんね。そんなことないよ藤崎君。いや、アルターエゴ、
じゃあこれで終わりか。こんな中途半端なところで。ええ、そうみたいね。残念だけど。待って。あ、待って。何？それともう一つ大事なことが分かったんだ。とても大事なこと。ビビビビガガガガ。ちょっとちょっと有田英語みたいな展開になったら水ぶっかける俺モニターに。多分黒幕のことだよ。黒幕の？キリギリさんの指が今まで以上の速さでキーボードなんか官能小説見てていいな。そのキリギリさんの指が今まで以上の速さでキーボードを叩く。お腹の横にある丘を越え、チブサへと手が伸びたその時みたいな。こういう官能小説書くわ俺。黒幕の正体が分かったの？黒幕の正体まで分からなかった。でもね、手がかりなら見つけたよ。僕たちを隔離する計画を立てた希望ヶ峰学園事務局、その事務局の責任者の名前は希望ヶ峰学園長。分かってるよそんなこと。なお名乗れよ。希望ヶ峰学園長だったんだ。つまり全てを仕組んだ黒幕はその学園長って可能性が高いんだ。いやもうそれ10分前からその話してるやん。ちなみにその学園10代後半の男性ゲケあ俺じゃないんだよ三宅。今もこの学園内にいる可能性が高いみたいなんだ。学園長30代男性、YouTuber、 チャンネル登録数100万人、既婚者、ご当身、足がやや短いっていう人が犯人です。じゃあ間違いないよ。そいつが黒幕なんだし、モノクマも学園長って名乗ってたし。となるとますますあの学園長室が怪しいな。でもドアをぶち破ったら殺されちまうんだろう。だったらどうしようもねえべ。私が探す。カオリどうした？キリギリさん必ず私が必ず探す。どうしたのキリギリちゃん？私は見つけないといけない。そんな気がするって。キリギリさんどうしたんだろう。一応30代後半の男性ってことは俺か柴田か瀬戸康史かカズチャンネル、その4人まで俺は絞ってる。でもそのうちの俺は犯人ではないこと確定してるから、柴田、瀬戸康史、カズちゃん、カズさん、その3人のうちの誰かが今のところ怪しい。それ以上のことはもうわからないんだ。それ以上調べるにはこのノートパソコンの古い情報だけじゃどうしようも。なんかあるんじゃない？情報処理室があるじゃないか。今回のキーは情報処理室だ。待って、まだアルターエゴが何か言おうとしてる。あのさ、ちょっと話がそれちゃうんだけど、僕からも聞きたいことがあるの。セレスさんと山田くんと石丸くんの姿が昨日から全然見えないんだけど。途端に重い沈黙が漂った。3人とも死んだ。え、そっか、その可能性は予測していたけど。ごめんね。僕なんかが落ち込んだり余計なことを考えてもしょうがないよね。とにかくこれで全て終わりね。全て終わり。その言葉の意味とは。次にキリギリさんがキーボードを打ち込んだ言葉が物語っていた。あなたの役目は全て終わったわ。ご苦労様。ひどくね？うん、そうだよね。じゃあちょっと休もうかな。僕もちょっと疲れちゃったから。じゃあね、みんな。またね。シュッ。そこでパソコンは自動的にスリープモードに入った。もう頻繁にやり取りする必要もないでしょう。でも、なんだかかわいそう。ゲイだよ。ゲイだよ。かわいそうってただのプログラムだべ。朝日なっちはパソコンをシャットダウンするたびに毎回お疲れ様でしたって言うんか。俺ちなみに言うぞ。おい、墓くれ。うん。それじゃあ言わないけど、そりゃ言わないけどさ。でもアルターエゴと接してるとなんだかそこまで割り切れないっていうか、僕もその気持ちはなんとなくわかるかもしれない。おいおい、プログラムだべ。プログラムと仲間を混同してどうするんだって。こいつあれだな、ドライだからビーガンとかをネットで叩きそうだな。悪いやつじゃないのかもしれない。でもさ、僕らとプログラムの違いってどこにあるのかな。え？え？なんていうか、人間とプログラムを分ける基準ってなんだろうって思ってさ。確かにアルターエゴは人間じゃなくてパソコン上のプログラムに過ぎないんだろうけど。でもさ、仲間ってところは一緒なんじゃないかな。そうだ！一緒だよ。だって私たち仲間だもん。うん。なるほど。お前らの気持ちはよく分かったべ。でも、牛とか豚を食わないのは合理的じゃないべ。言え、次で。じゃあ仲間でいいんじゃね？仲間ってのは多いほど、いいやつになってるし。俺だけが悪者じゃんけ。なんか今の一言で。どうだって。よく聞け。仲間は人生における宝だ。仲間の存在だけが人生の苦難を軽くしてくれるんだ。どちらにしてもこれ以上アルターエゴにできることはない。だから彼の役目はここで終わり。それは間違ってないはずよ。そうかもしれないけど。だけど、それにあなたが仲間なんて言葉を気軽に使うのはどうかと思うわよ。一年前の事件が全ての元凶と言っていたな。それは人類史上最大最悪の絶望的事件だよね。聞く限りだとかなり大きな事件みたいだけど。でもさ、一年前にそんな大きな事件ってなんて起きてたっけ？
その事件のせいで希望ヶ峰学園が閉鎖したということは、少なくともこの学園に関係した事件のはずだけど、ひょっとして希望ヶ峰学園の全校生徒が皆殺しにされたとか。それほどの大惨事なら新聞やニュースは大騒ぎだ。我らの誰もが知らぬとは考えられない。ひょっとして、じゃあ隠蔽されちゃったんだよ。事件を丸ごと隠蔽した、考えられない話ではないな。なんなんだべ。つうか国家公務員の皆さんは何してんだべ。とにかく何にしても現時点で私たちにできることはただ一つ、それが希望ヶ峰学園長を見つけ出すこと。学園長を見つけて全てを聞き出せばいいの。きっと学園長さえ見つければ。そんな気が。キリリさん、まただ。また学園長って言葉に。さてと、じゃあ私を、お前いたんだ、ジェノサイダー師匠。はっけよ、くしゃ。あれ、ハウスダスト？てか言い直してなかった？いけないわ、待てをしていないと。なんかさ、ここまでの話を振り返るとキリギリさん学園長の孫とか娘っぽいな。でも39歳の若さということから考えると、まあ、24歳で子供産んでたら子供が15歳、ちょうど高校に入学する年だろ。で30代後半の男性、謎は全て解けた。ドキ、胸がドキ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 、怒りで胸がドキドキしてんの。脳内メモにインプットしとけよ。僕はやられたらやり返す子なんだよ。目には目を、歯には歯を。目には目を、歯には歯をって、気をつけろ、崩壊の呪文を唱えていったべ。目には目を、歯には歯をと言ったのだろう。でもどういう意味だろうね。ただいまより夜時間になります。おやすみなさい。夜時間になったわね。ねえ、どうする？ルールを提案したセレスさんはいなくなってしまったけど、夜時間の出歩きを控えるってのは続けない？その方が安心だした。でも大抵の事件夜に起きてるから、もうそれやめない？賛成だべ。そうね、そうしましょう。そして僕らは自室へと帰ることになった。モノクマが最後に残した言葉に妙な不安を抱いたまま。僕がクマになる前の話をしましょう。最初はね、迷っていたんだ。自分は何になるべきか迷っていたんだ。サポートセンターのお姉さんには営業をしていたんだよ。我が社が長年温めてきた最上級のアイデアですって、これは破格のオファーなんですよ、だって。でもね、よくよく話を聞いてみたら、車エビじゃなくて桜エビだったんだよ。小さいよ、世界最小のマスコットだよ。食べるのはともかくエビになるなんて嫌だよ。しかも桜エビなんて踏まれて終わりだ。そうしたらサポートセンターのお姉さんは鼻で笑いながら言うんだ。とてもじゃないですが、お客様のご予算では車エビは無理です、だって。なので最終的にはクマを選びました。モノクマ誕生秘話でした。モノ桜エビやった可能性あるんだな。朝です、7時になりました。食堂に入るとまず最初に彼女の姿が目に入った。何をジロジロ見てるの？苗木地はおめえが朝食会に参加することに驚いてるだけだって。どういう心境の変化なの？白夜様はぽっちゃり体型が好みだってだから食べるの、強制的に胃に流し込むの、倒れるまで食べるわよ。負けないよ。何張り合ってんだお前。朝日奈よ、朝日奈よ、やめておけ。それはそうとさ、キリギリさんがいないみたいだけど、後で来るって言ってたべ。後でナイギッチが帰った後だって。え、嫌われてるやん俺。ああいうタイプは強引さに弱いとは言ったけどさ、そういう強引さとは違うんだからね。誤解だって。ナイギは恋の階段とかすっ飛ばしちゃうタイプの人間なんだね。そうなんでしょ。ちょっと朝日奈、いい加減にしなさいよ。朝っぱらからいやらしい話ばっかりして。いやらしい？否定したってダメよ。あなたはいやらしい女なの。私にはわかるのよ。やめてよ。あんたはそのわがままなボディで夜な夜な禁断のクラブ活動に精を出してるんでしょ。ちょっと下ネタとか本気で無理なんだって。やめてと言いつつ、あなたの汗ばんだ手は太いチョークを握るのよ。追試に次ぐ追試、あんたの吐息は黒光りする黒板を引き締ませ。そしてああ。貴様の顔は右半分と左半分のどちらを吹き飛ばしても平気なんだ。ごめんなさい。とにかくナイギッチとキリギリッチはちゃんと仲直りした方がいいっぺ。でも全てのきっかけは彼女に例の件を話せなかったことなんだ。だからまずは大神さんに例の件を確認しなきゃしないことには。そうだよな、まずさくらちゃんと二人っきりになれるシチュエーション欲しいね。ごめんなさい、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 ぶたらで、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 ぶつなさい、白夜様にして、白夜様ならぶってください、お願いです、ぶってください、白夜様ぶってください。やっぱこの人には深入りしない方が良さそう。壊れちゃった、みんな。人が。これが人が壊れた慣れの果てです。まあ元気出せって女に嫌われるぐらい大したことじゃねえべ。俺みたいに女から訴えられるよりマシだべ。高栗くん、随分修羅場を経験してるな。まあ順当に今まで
れ通り考えたらこの中で殺人が起きるってことでしょう。なんかオーガが殺されるとは考えにくいんだよな。しかもこんだけフラグがビンビン立ってるジェノサイダーショーもあんまり殺されなそうってなってくると、朝比奈ちゃんとか葉隠れちゃんを俺が守っていかなきゃならん。下ネタとか本当に無理なんだって。朝比奈さんって意外な弱点があるんだな。あのさ大神さん、後でちょっと時間ないかな、話がしたいんだけど。あ、苗木がさくらちゃんを口説こうとしてる。キリギリちゃんに振られたかって。メスなら誰もいいのね。苗木は発情期なので。さくらちゃん気をつけて。苗木は野獣になったんだよ。話は明日にしてもらえぬか。今日は部屋で休ませてほしいんだ。昨日戦ってたからね。ここ数日どうも体の具合が優れるのでな。え、どっか悪いの？大したことではない。少々体の節々を痛めただけだ。あの時のバトルのせいだよな。でもさくらちゃんが休むなんてよっぽどじゃない？本当に大丈夫なの？プロテインを飲んで寝ればすぐに治るはずだ。プロテイン万能説。ナイギ、何の話か知らないけど明日にしてあげて。さくらちゃんは体が痛いんだから。うわー、からなんかさくらちゃん急に死ぬフラグ立ってきた。それじゃとりあえず飯に進んべ。ご飯緊張するわ。なんで緊張？仕方ないじゃない、人前でご飯を食べるのに慣れてないんだからね。私は人前でご飯を食べるのに慣れてないんだからね。子供の頃からずっと一人で食事をしてたから。どういうことだね。家族はいるわよ。父と母で暮らしている。あ、一夫多妻、家庭の事情よ。深刻だべ。とにかく僕は先に食べちゃうね。僕が食べないとキリギリさんも来られないんだもんね。切ないべな。は行きましょうか。キリちゃん、キリ、キータン。あれ、キータンがいないよ。いたじゃん。とにかく私は忙しいのよ。あなたの暇をしてる時間はないわ。キリちゃんいないならさ、じゃあどうしよっか。さくらちゃん行く？さくらちゃんにパンティあげる？あ、逆に戸上とか行くか。さくらにパンティあげるか、普段行動しない男と行動するか。あ、戸上にパンティあげに行こう。そうしよう。戸がパン。あ、戸上にパンティあげに行くのがバレてる。見ないでほしい。俺が戸上にパンティあげるところを。かおりくんとしんじくんのゴールデンコンビで行くか。まあいいだろう。まあいいだろう。お前のために俺の貴重な時間を少しだけ割いてやろう。戸上くんと一緒に過ごした。てんてんてん。さあ行くぞ。もう一個しかねえだろ。てんてててんてんすってんてん。あれ？パンツがねえ。盗まれた？いいだろう。受け取ってやるよ。俺に感謝するんだな。なんだこのパンティーは。お前、俺が普段ビキニしか履かないことをなぜ知っている？喜んでくれたパンティー。一つ質問させてもらおう。なぜ俺がパンティーを好きなことを知っている？戸上くん、またパンティーあげに来るよ。パンティーもまだ2枚あるからパンティーあげまくるわ、こいつに。ほんでまず被る用、履く用、鑑賞用。3つ揃えたら何かがあるのかもしれない。では聞かせてもらおう。お前の超高校級の幸運とはどういう意味だ？それは僕にもよくわからないんだ。単に普通の学生の中からくじで当たっただけらしいんだよね。なるほど、これで疑問も解消された。疑問って？お前のような何の才能もない人間がこの学園にいるわけだ。いや、正確に言うなら何の才能も可能性もないつまらない人間。そうなんだよ。俺はパンティーしか持っていない。言ってほしい、戸上に。お前の存在価値はティーバッグ、パンティーだけだ。毎日ガチャを回してパンティーを俺に届けろ。何の才能もない可能性もないつまらない人間。せめてもの情けだ。いずれ俺の栄光の話でも聞かせてやる。栄光に縁のないお前に対する俺からの恵みだ。感謝するんだな。じゃあ俺のティーバッグも感謝してほしい。これさ、もう一回パンティー行った方がいいかな。パンティーテックス、トガミ。ちょっとトガミ攻めていい？え、パンティーゼロ枚？いや、トガミ様と会うのにパンティーゼロ枚はちょっとまずいよ。年貢が足りねえ。ちょっとパンティー集めに行くわ。パンティーテックスを。さすがにさ、パンティーも持たずに会うのは失礼じゃない？超高校級のパンティーなんだから、あいつは。一回100枚入れてみてくれ。100万も必要ないでしょ。重複率が 0% になったらもうあれなんじゃない？新しいの絶対ないんじゃない？今だったら45枚。いや、5% な。俺が 10% なんて引くはずない。35枚分派だ。なんか新しいやつ。なんか変なの出んじゃったよね。パン、うひひしょうがないな、のび太くん。パンティー。
ドラえもんが出してくれた。俺がダダこねたら、ドラえもん、ジャイアンにまたいじめられるんだ。しょうがないな、のび太くん。これを履いてジャイアンに会えば、ジャイアンも肝がって近づいてこないよ。テレテテテテー、ティーバックパンティー。ドラえもん2章、2は3章。おい、トンニー。さあ、パンティー持ってきたぞ。ドラえもんに無理って出してもらったんだ。まあいいだろう。まあいいだろう。お前のために俺の貴重な時間を少しだけ割いてやろう。多分あれだろうな、もう俺のこと若干気になってるだろうな。渡すに決まってんだろう。もう何を渡すかなんてもう必要ねえだろう。もう常にカーソルの位置記憶しといてくれ。これパンティーかと思った俺。バードライスパンティー。パンティーじゃねえよな。こいつはね、もうとにかくとにもかくにもティーバッグなんだよね。ふん、いいだろう、受け取ってやるよ。俺に感謝をするんだな。よかった、どうやら喜んでくれたみたいだ。トガミ財閥はすでに世界的な財閥から俺の代でさらに飛躍することになるだろう。すごい自慢だね、自信だね。当然だ当然だ。根拠があるからこその自信、実践に裏付けられた自信だ。実践、俺の個人資産はすでに400億を超えてる。俺と同じぐらいか。全てトガミの力に頼らず自分で稼いだ金だ。そんなのどうやって。つまり株式売買だ。じゃあ戸上くんはデイトレードで400億も稼いじゃったの。そう、暇つぶしにやっていたらいつの間にかそうなっていた。だじゃあお前元の金は、 お前元の金はマックとかでバイトした金かよ。ちゃんとお前戸上の力偏ってねえんだったら、お前なあ、最初の資本はどうやって出したんだよ。パンって言ってお前稼いだんだろ。お前ブルセラ野郎が、こいつブルセラ野郎だ。本当に世界が違いすぎる。でもこいつ攻略するためにはさ、朝一でガチャ回してパンティーを取ってから、まずジャイアンに朝起きてジャイアンにいじめられて困ってドラえもんに相談して、ドラえもんからパンティーを出してもらってからじゃないとデートできないから、かなりきつい弾丸論破になるね。相変わらず事件起きねな。一生ギャルゲー。地球体育館までお集まりください。ちょっと待って、俺が文句言ったら起きた。校内放送。ぼーっとしてました。他のみんなはもう中にいるぞ。今チャンス、今言え。大神様の中に入らないの？されど、嫌な予感がするんだ。予感だけじゃないかもね。モノクマの呼び出しなんだし。苗木よ、もし我に何かがあれば朝日奈のこと。え、すまない。いや、すまない、忘れてくれ。我は我だ。己を信じる者を誰が信じるというのだ。死なないで大神さん。やだ。ボイパロッカロ。じゃあさっさと始めようか。どうせまた、まあそうだね。どうせまた動機の話だろう。いや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 。そうじゃないんだ、動機の話じゃないんだよ。今回お前らを集めたのは僕の恨みを晴らすためなんだよ。だからさ、昨日も言ったでしょ、目には目を、歯には歯をって。容量のえない話やめろ。はっきりしろ、お前何がしたいんだ。戸上くんは前に言ってたよね、お前らの中に僕の内通者がいるんじゃないかって。つまり教えてあげるよ、内通者のこと。あのねあれれれれれ、バラしちゃったよ。内通者の正体は大神さくらさんです。それと大神さんにはそろそろ約束を果たしてもらおうかなと。じゃないと人質の件、僕は責任が持てませんな。僕が言いたいのはそれだけだよ。内通者の件はお前らにの好きにするといいよ。煮るなり焼くなり殺すなり殺されるなり。そこで僕はようやくあいつの言った言葉の意味を理解した。目には目を、歯には歯を、つまり裏切りには裏切りを。どういうことだべ。まあさくらちゃんが裏切ったからそれを裏切り返したってことか。どうなの大神さん、違うなら違うってはっきりと言って。違わない。どうする大神さんが、うっうって言ったらテンパって。意外とさくらちゃんもテンパることあるかもしれない。すまなかった、黙っていてすまなかった。じゃあマジなんか、オーガが黒幕の手先だったんか。おにぎり
今までずっと騙してたの。今までずっと騙していたの。違うんだよ、きっとさくらちゃんは操られていただけで、何か理由があってそれで仕方なく黒幕の言いなりになってたんだ。朝比奈さんの言う通りだよ、大神さんは黒幕に脅されて仕方なく言いなりになっていただけなんだ。何を知ったような口を聞いてるのよ。だって僕は見たから。早く言えよお前。大神さんとモノクマが戦ってるところ、その時聞いたんだ。さっきモノクマが言っていた人質がどうこうっていう話、それに大神さんは言ってたよ、黒幕と戦う決心をしたって。見ていたのか。言うの遅い。そいつは黒幕の手先だったんだ。そんな奴を簡単に信じられるわけがないだろう。裏切ったふりをしてまだ黒幕と繋がっているのかもしれない。おい大神、本当に黒幕を裏切ったのなら答えてみせろ。黒幕とは何者なんだ。確かに黒幕すまぬが我も知らんのだ。次の質問だ。約束とはどういう意味だ。お前は黒幕から何を命じられていたんだ。仲間の誰かを殺すことだ。なるほど、それで今も俺たちの命を狙っているというわけか。違うもん。だから違うって。さくらちゃんはそんなことしない。キルアもさくらちゃんもそんなことしない。待て、それ以上我のことで争う必要はない。ギニューみたいにさ、胸を自分でザクッ。やってやれさくらちゃん、お前のギニューの死闘を見せてくれ。我が全ての責任を取ればいいだけだ。でもどうするつもりなの。黒幕を倒す。黒幕に戦いを挑み、差し違えてでも倒してみせる。ちょっと待ってよ。差し違えてもって。朝比奈よ、打ち明けられなくてすまんかったな。え？お主だけには打ち明けようと何度も迷ったのだ。まあ、特別な人なんだろうな。だが怖かったのだ。打ち明ければお主から軽蔑されるのではないかと。そんな。さくらちゃん。すまなかった。大神さんは僕らに背を向けると、そのまま体育館を後にしてしまった。文字。どうして誰もさくらちゃんのことを分かってくれないの。確かになんか俺さくらちゃん本当に敵じゃない気がする。なんだお前こそ。あいつの何を分かっているんだ。あいつの正体も何も知らなかった。お前がこんな偉そうなこと言ってるけど、彼今パンティー履いてます。女もののブラもしてます。上がピンクで下が黒ね。そんなことよりこれを見てみろ。俺はこんなに格好をつけているのにブラをしている。言ってやれ変態野郎。変態ブルセラ野郎。それは朝比奈さん、今はここまでにしておきましょう。どうしてなの。だけど続きは明日よ。一晩休んで頭を冷やした。なんか事件が起きそうじゃないこれ。大神さんは敵なんかじゃない。間違いなく僕らの仲間なんだ。でもどうしたらいい。どうしたらみんな大神さんを信じてもらう。いや、もう信じてるーち言うてるやろ。どうしたら。朝です。7時になりました。大神さんのことが心配だ。すぐに食堂に行こう。大神さんのことがこんなに心配なのに、きっかり8時間ゆっくり寝ました。いたん？俺いたんだよね。いない。うなぎち、無事だったか。深川さんに戸川さんも戸上くんも来てたの。なんなの。避難だってさ。避難。黒幕の手先から身を守るために決まっているだろう。ひどい。なんでそんなにさくらちゃんのことを目の敵にするの。決まってるだろう。フェアじゃないからだ。ゲームは参加者にとって平等でなければならない。黒幕の内通者の存在はゲームに支障をきたす。そんな馬鹿げた理由で。命がけのゲームなんだぞ。ひどいよ。一理はある。バカだよ。あんたは本物のバカだよ。ねえ、そうやって争う前にもう一度よく考えてみたらどうかしら。どうして黒幕は大神さんの剣をばらしたのか。いやだから、目には目を、歯には歯を。どこにあんのこのバックログ。今たまたま押したボタンでバックログ見れた。バックログここだ。もう飛ばしちゃっても大丈夫。黒幕がさくらちゃんに仕返しをしたんでしょ。目には目をとか言ってたし。あれ前何言ったかな。ピッ、すぐに戻せる。それだけじゃないわ。きっと大神さんの剣をばらすことこそが黒幕の用意した動機だったはずよ。疑心暗鬼がもたらす不協和音、そっから生まれる憎しみ合い、つまり私たちがいがみ合ってるこの状況こそ黒幕が仕組んだ罠なのよ。それでもまだ争うつもりなの。じゃあどうすればみんなさくらちゃんのことを信じくれんの。本当に黒幕をやっつけてくれたら問題なく信じられんだけどな。まあな。何言ったの。バカ、そんな無茶させて。もしものことがあったらどうすんだ。構わないじゃないか。大神が死んだところで黒幕側の人間が一人減るだけだ。人狼でいうところの狂人連れたみたいな。ちょっと戸上くん。戸上やの大神だの。それにあいつが死んでくれればこの問題も解決するんだ。一件落着じゃないか。俺の
竹中直人みたいに怒りながら笑ってる。てめえこの野郎、わからん、ほんで殺すのかの野郎みたいな。逆バージョン、逆バージョンむずいからね。怒った顔をしながら笑うって相当なスキルだからね。竹中直人スペース怒りながら笑う男、調べてみてくれ。そういう人芸も持ってるやつだこいつは。さすがだ戸上、侮れねえ。パチン。何をする。何このかっこいいパート。戸上かっけえな。そんなの最低だよ。あんたの方こそ死ねばいいだよ。ドキーン。面白い。では殺してみるか。やってみろ、やればいい。それがここのルールなんだ。やれないと思ってんの。そんな風に争っていたら黒幕の思うツボです。それは大神さんだって望んではいないはずよ。このキリギリ京子の声は有楽町で聞きたいな。有楽町の駅前の凱旋カーで。どうもこんにちは。そんな風に思っていたら黒幕の思うツボです。皆さん、それは大神さんだって望んでいないはずです。誰かキリギリ京子を紹介してくれ。有楽町に連れてってくれ。どうした、殺さないのか。それか新潟。帰る、部屋に帰る。結局ただの女のヒステリーだったか。面白くもなんともないな。戸上くん、あなたは人の感情というものを随分軽んじているよね。忠告よ、そんなことだといずれ足元をすくわれるわ。ありがたく受け流させてもらおう。とりあえず飯でも食っかって雰囲気じゃねっか。ダメ。はは、今日はこれからどうしよう。俺トガミと一緒に行動したくねえよ。なんかこいつ好きになれねえよ。でもフカワちゃんなんて俺1ミリも俺のねくすぐられないの。でもキリギリちゃん頼むで、なんでデートしてくんないの。キッちゃん、歯がくれなんてロンズリに渡しない。私は忙しいの。あなたの相手をしている時間はない。バークレー行く。たまには一緒に過ごすか。じゃあ食堂で茶でも飲むか。おすすめのパワースポットを教えてやんべ。何が好きかなこいつ。スピリチュアル系、スピリチュアル系。これだ。え、それくれんの。一気に目が覚めたべ。一気に元気出たべ。一気にナイゲッチが好きになったべ。よっしゃ。というわけでナイゲッチには朗報だ。俺の行為で超格安に占ってやんべ。ふふふ、驚きの未来が見えたべ。おめえの子供と俺の子供は母親が一緒。え、ちょ、とんでもないこと言ってない？ 3P ってこと？嫌だよ、嫌だよ絶対に。嫌とかそういう問題じゃねえ。これは占いだからな。お願いだから絶対に当たらないでほしい。さっきの占いだけは。いや、これ当たっちゃったとシャレになんねえな。なんかくれ。超高。やったお、やったお、安お。え、いろんな人とデートしてさ、スキルを磨きに行くか。せっかくだから。あんまりデートしたくねえけど、深はちとデートするか。びっくりした、急に飛び出してきやがったこいつ。うわ、過ごしたくねえ。何よ。何よ、私に同情してんの。そうよね、同情でもしない限り私を誘うなんてことないもんね。もうあげるもん決まってんだこいつには。ただワンチャン怒るかなっていうものをあげたい。ハサミあげようと思ってんだけど、もうこいつはさ、自分のハサミしか使わないじゃん。もしかしたらこのハサミに刺さない恐れがあるが、試してみてくれ。どんなのよ。これを捨てておけっていうの。そうだよ。お前、おーい、そこの汚いボロ雑巾、そのゴミ箱を片付けておけ。ゴミ捨てぐらい自分でしなさいよ。私に雑用なんかさせないでよ。しまった、がっかりさせちゃったみたいだ。ざま。よっしゃー、やったぜ。ではでは、いい夢を。おやすみなさい。なんだか不安な夜だ。何も起きないといいんだけど。起きるねこれは。エビの件を断った後もサボゼンのお姉さんからの電話構成は止まりませんでした。そこでお姉さんがエビの次に進めてきたのはカニだったのです。どんだけ甲殻類が好きなんだよ。もちろん断ったよ。そしたらお姉さんはこう言うんだ。カニの素晴らしさをご理解いただけないなんて、ひょっとしてサルカニ合戦をご存知でない。ご存知だよ、積極的にご存知だよ。だからどうしたったって、カニが猿に勝ったのは昔話の話だけだよ。欲望渦巻く現代社会では違うんだよって。猿がモチーフの映画が流行しても、カニの場合はそうならないわけじゃん。猿がモチーフの服がファッション界を席巻しても、カニの場合はそうはならないわけじゃん。つまりカニのニーズはないんだよ。もっとマーケティングしてくれよ。だから無難にクマを選ぶことにしました。おしまい。モノクマ誕生秘話でした。朝です、7時になりました。うわー、え、ナイゲッチ大変大変だべ。頼む、桜ちゃん死なないでくれ。ハガクレ君の震えた指の先には、
あ、朝日奈さん、朝日奈さん、そこのジェノサイダーが朝日奈っちを殺したんだ。え、生きてない？いやいやいや、死んでねえし、どっからどう見ても死んでねえし。ああ。ふかわっちと朝日奈っちがいきなり取っ組み合いになって、その時テーブルの胡椒が倒れて、それでくしゃみ。私の前遊びで切り刻んだり切り刻んだり切り刻んだりして快感タイムを味わっちゃうわよと、とりあえず朝日奈さんを保健室に運ぼう。ゲレレレレレ。なんかでも保健室に一人にしたくないんだよね。本当に大丈夫？うん、かすり傷だし、俺が叫び声を上げてなかったら殺されてたぞ。俺に感謝だべ。確かに俺もあの叫び声を聞いて何も考える間もなく走ってきたからね。体が勝手に動いたからね。なんか朝日奈ちゃんのこと考えると胸がポカポカするし、大きい声を聞いただけで俺は自然と走り出していた。この気持ちって何？初めてなんだけど、 YouTube 始めてから初めての感情これ。待てよ、俺とお前の子供は母親が一緒、ここにいる3人、俺は朝日奈ちゃんに恋をしている。まさか航路の原因ってやっぱり大神さんのことだよな。でも最初は無視しようとしたんだ。だけどあんまりひどいことばっかり言うんだもん。それでつい10発ぐらいぶん殴ってやろうと。10発はついっていうレベルじゃねえ、物買うってレベルじゃねえ。だって大事な友達が悪口言われて、俺の口癖もパクられてるかもしれない。俺もさ、基本配信してない時は高齢の方たちが危なくなく赤信号渡れるかっていう見守りと、仲間に祈ったり、お百度参りしたり、受験生のために。で、ゴミ拾いしたりしてんだけど、俺がやっぱ朝起きたら毎日言う言葉があるのね。やっぱ大事な仲間、大事な友達の悪口言うんじゃねえって。で、小学校の時にタケノコ会を発足させたから、今、少子高齢化が進み、町のご老人たちは、暇を持て余していますなんて言ってねえよ。そしたらもう喫水のね、あれじゃない、サディストじゃねえか。あのじいさんばあさんは、暇を持て余しています。なので、小学校に呼んで、芋を焼かせましょうって言って、タケノコ会を発足したの。朝日奈さんの目には、いつの間にか、大粒の涙が浮かんでいた。レイシストなんす、間違えた。その時、保健室のドアが壊れんばかりの勢いで開き、朝日奈。朝日奈、うん、その傷はどうしたんだ。おい、おい、苗木、歯がくれよ。これは一体どういうことだ。誰がやったんだ。あの変態殺人鬼の仕業だべ。己、朝日奈が傷つけられようとは、我でなく朝日奈が傷つけられようとは、許せんぞ。絶対に許さんぞ、虫けらども。うわー、にゃー、歯がくれよ。貴様らが憎いのは我のはずだ。狙うならなぜ我を狙わん。歯隠れは狙ってないよ。助けてー。朝日奈くんは足をもつれさせながら全速力で保健室から飛び出していった。だけどその直後、ね、何の騒ぎ。歯隠れくんと入れ違いにやってきたキリギリさんが保健室のドアの前に立っていた。キリギリさんも大神さんも止めて。止める必要などない、我は何もしない、ただけじめをつけるだけだ。さらばだ、さらばだ。ちょっと待ってよ、さくらちゃんってば。そしてその場に取り残されたのは俺たち二人。気まず。まだ怒ってるよね。そうだよね。いいわ、もういいわ。あなたが私に黙っていたのは大神さんとモノクロの争いの件。彼女自身に確認するまでは不確かな情報まででみんなを混乱させるわけにはいかない、そう思って黙っていたんでしょう。さすが察しがいいね。うん、そんな気遣い。苗木くんのくせに生意気ね。ブヒー。それって結局は私を信用していないってことでしょ。そう思われても仕方ないよね。ごめん、ごめっそ。もういいわ、忘れることにするから。それに私もちょっと怒りすぎ。別にあなたのことを嫌いになったわけじゃ ないんだからね。あの件についてはもうどうでもいいわ。他に話したいこともある。ついてきてほしい場所があるの。脱衣所、アルターエゴから頼まれたのよ。人を集めてほしいってね。私たちに頼みたいことがあるみたいなの。うわー、マジか。情報処理室行くのきっち、絶対途中でバレるやん。僕をネットワークの接続が可能な場所に連れてってほしいんだ。僕の役目は終わり、みんなはそう言ったよね。これで僕の役目が終わりだなんて。そんなの嫌なんだ。みんながここから出られるように僕もみんなと一緒に頑張りたいんだよ。ご主人様もね。俺さ、みんなのことお客様って呼んでみようかな。なんか冷たくない？最近の俺。お前らとかさ、みんなじゃないじゃん俺たちの関係って。
お客たまって呼びます。これからはこの学園の謎を解き明かすためには僕をこの学園のネットワークに繋いでもらう以外に他ないんだ。自殺行為だ。絶対に黒幕に知られるに決まってる。そうしたらパソコンだって取り上げられて、それでもやらなくちゃいけないんだ。なんかよくわからないんだけど、みんなのことを思うと勇気が湧いてくるんだ。人工知能が何言ってんだって思うかもしれないけど、でも本当なんだよ。みんなのためなら怖くないんだ。僕はいつの間にかその声に聞き入っていた。加藤純一も聞き入ってました。苗木くん、あなたは言ってたわよね。人間とプログラムの差なんて何なのかって。アルターエゴと接していると確かにわからなくなってくるわね。それはこのプログラム、それはこのプログラムを作った藤崎くんでさえわからないのかもしれない。2時間12分経って何も事件が起こってないこの状況も僕はわかりません。だけどね、これだけは言える。そう。アルターエゴは間違いなく私たちの仲間よ。苗木くん。苗木くん、やってもらいましょう。彼をネットワークにつなぐの。でも、仲間だからこそ彼の気持ちを汲んであげたいの。それにあなたが彼の立場だったら、この状況で何もしないでいられる？いられる。みんなが戦っているのに、それを横目に何もしないでいられる？いられる。そんな自分に胸を張れる？張れる！自分とみんなは仲間同士だと、胸を張って、言えるの？言える！もしかして、揉めてる？僕ならできるって、そう信じたいんだ。だから僕にやらせて。それにひょっとしたらあの場所なら黒幕にも気づかれないかもしれない。思い出して、この脱衣所以外にもあったはずよ。監視カメラの設置されてない部屋。どこ？そうか、キリギリさんから教えてもらった2階の隠し部屋だね。ない。確かにあそこには監視カメラがなかったはずだよ。ってことは、男子トイレに入るところを見られたらまずいから、俺が行かなきゃいけない。しかも2人で。それにあの部屋ならネットワーク環境もあるはずよ。ただし、監視カメラがないからって危険がないわけじゃない。それに、アルターエゴを運んでいるとことはともかく、隠し部屋に入っていく姿は黒幕に見られてしまう。そこから何か感づかれたら一巻の終わりよ。それでも彼にやらせてあげるべきだと思う。だって、私たちにとっても、新しい手がかりを得るにはそれしか方法がないんだし。だったらアルターエゴは僕に運ばしてくれるってなるよな。僕が制服の中に隠して運ぶよ。ありがとう。お願いするわ。僕らは早速準備に取り掛かった。折りたたんだノートパソコンを僕の制服の下へと隠す。くすぐったい気がする。ダメだって、声を出しちゃう。僕は今から君をある場所まで連れていく。そこに着くまでは絶対に声を上げちゃダメなんだからね。はい、命令を確認しました。苗木くん。隠し部屋の机の引き出しにはケーブル類が束、あったっけ？それが黒幕に奪われていなかったらの話だけど、行きましょう。2階の隠し部屋に。ねえ、苗木くん。資料がなくなったって本当なの？そんなの納得で、いきなり発狂してる。そんなの納得できないわ。もう一度ちゃんと確認してきてよ。いいわね。早く行ってきなさい。あなたが逃げないようにここで待ってるから。あ、なるほどね。演技ね。そっか、芝居か。早く行きなさい。もう資料が盗まれたっていうところまでは、バレてるもんね。行ってきます。キリギリさんの話だと、この引き出しの下にケーブルが。あった。ネットワークケーブルって、これで外部と連絡取れるぞ。僕はすぐに作業に取り掛かった。服の中に隠したノートパソコンを取り出し、それをネットワークに接続する。これで、よし。いけそうだよ。あとは僕に任せて。もしかしたら外部とも繋がれるかもしれない。そうしたら助けたって呼べるやつだよ。頑張るよ。僕を信じて。待っててね。僕は隠し部屋を後にする前に、最後に短い文章を残していくことにした。絶対にここから出よう。君と僕ら、全員仲間揃って。仲間？僕も仲間でいいの？ありがとう。ありがとう。ありがとうね、苗木くん。ありがとうね。苗木くん。どうだった？うん、大丈夫だった。やっぱり資料はなくなってたよ。思わず口をついて出たのは、芝居と本音がごちゃごちゃになった返答だった。それなら仕方ないわね。もうここには用はないわ。じゃあね。さよなら。いや、置いてくの怖えな、さすがに。今待つしかないわ。仲間を信じて。それしかないよね。俺には、それしか、ないがら。アルターエゴを運ぶのに神経をすり減らしたせいか、思っていた以上に疲れていたみたいだ。うとうと。苗木くん。あ、さっき朝日奈さんが私を呼びに来たのよ。真っ青な顔色でね。まず朝日奈さんは死んでない。どうやら何かあったらしいの。様子が変なの。娯楽室の中で。慌てて娯楽室のドアの窓から部屋の中を覗き込んだ。すると、気を失ってる。どういうこと？大神さんに何があったの？この部屋の前を通りかかったらたまたま窓越しに桜ちゃんの姿が見えて、でもドアが開かなくて、
まずは部屋に入る方法を考えましょう。でもドアには鍵がかかってるみたいだよ。ドア壊したら。そうなんだよな。いい高速追加しやがったな、モノクマ。違うわ、鍵がかかってるわけじゃないわ。だって娯楽室のドアには鍵なんてなかったの。え、じゃあどうして。どうやら部屋の内側で何かがドアノブに引っかかってるみたいで。え、なんか死体とかとどうする。椅子かしら。どちらにせよこれは鍵のかかったドアじゃないわね。つまり高速の適用外のはずよ。じゃあドアを蹴破っても問題ないってことだね。ドアの窓ガラスを割りましょう。ん、ドアの窓を割りましょう。それが手っ取り早いわ。じゃあ道具を持ってくる。待ってて。まあでもそうだね、死んでたら校内放送が流れる人数だったから、おそらくさくらちゃんは死んでいない。ただ何が引っかかってるかっていうのが気になるな。ちょっとな、娯楽室の中では相変わらず大神さんはピクリとも動かない。持ってきたよ。あっちの教室に放棄があったからこれで。苗木くん、いけるわね。苗木くん、やっぱ俺の死は俺の責任か。なんかあれだね、全部俺やな。好きなんか。あ、やべえ、飛ばしちゃった。どうしよう。大丈夫、わかった。二人とも離れてて。ガンガンガシャン。僕はガラスのなくなった窓から手を入れ、ドアの前に突っかかっていた椅子をどけようと。この椅子かなり重い。でもなんとか精一杯の力で椅子をどかすと、ようやくドアノブが回り、大神さん。すぐに彼女に駆け寄った。そしてその手が彼女に触れた瞬間、え、嘘でしょ。僕が感じたのは死だった。かろうじて体温は残っていたものの、大神さんの体から完全に精気が抜け落ちていた。そして、え、さくらちゃん死ぬの？弾丸論破。キリギリさんは大神さんの死体にそっと手を触れた。死亡確認のようなものだろうか。脈や反応を確かめているようだった。みんな呼んでこなくちゃ。朝比奈さんはフラフラとした足取りで娯楽室を後にした。どうしてこんなことに。そうつぶやくことしかできなかった。ただ同じ言葉をつぶやくことしか。どうしてこんなことに。私は大神さんの体を調べないとね。死体の脈や反応を確かめているキリギリさんの後ろで、僕はただただ立ち尽くしていた。時間だけが過ぎていった。何もできないまま、ただ時間だけが過ぎていった。そしてしばらくしたところで、連れてきたよ。はぁ、お、オーガー、こりゃ死んじゃってますね。そうか、大神さくらが殺されたのか。いや、誰が犯人でもおかしくない。ここまで来たらキリギリちゃんは犯人じゃないだろうけど、ワンチャン朝比奈もあるわ。だって朝比奈がさくらちゃん殺すわけないじゃないかっていう空気が流れるだろうから、そこを逆手にとって、もしかしたらワンチャン朝比奈もマジである。俺は全員を疑っていく。さっきの死体発見のアナウンサー聞いたよね。それならこれがどういうことだかわかるでしょ。大神さくらを殺された。ここにいる誰かに殺されたんだ。違う。ここにいる誰かなんかじゃない。さくらちゃんを殺したのは絶対モノクマの選手。朝比奈ちゃん、俺信用しないよ。あんたたちが。あ、違う。葉隠れ戸上、深川の誰かだよ。7。捜査もしていないのに断言か。だってあんたたちはさくらちゃんを目の敵にしてたじゃん。許せない。犯人はあなたたちの誰かに決まってるよ。でもそこを逆手に取った犯罪も全然あるからね。ドキドキ。配りに来たんですよ、殺人フリーペーパーごと。モノクマファイル4号をね。じゃあモノクマファイル、じゃあ僕はこの辺で。ちょっと待てよ、大神さんを殺したのはお前なんじゃねえのか。はにゃはにゃ。大神さんは黒幕に戦いを挑むって言ってた。もしかしたらお前と大神さんはまた戦って、そして彼女を。つまり俺が殺したということ。うん、当たらずも近からず。つまり的外れ。大神さんは僕との戦いにたどり着くことなく無念の死を遂げたのです。でもおかげで助かっちゃったよ。彼女の喧嘩を買う必要もなくなったしさ。だからさ、どこの誰だか知らないけど、今回の黒には感謝してるんだよね。感謝。僕に怒りをぶつける前にまずは犯人を探さないとね。ひらーん。だってお前らの命がかかってるんだよ。うぷぷぷぷキラーン。次キラーン来るから見てくれ。うぷぷぷぷキラーン。キラーンしてくれよ。ヌルポのガーみたいなもんだろ。うぷぷぷぷしてキラーンされなかったら勝ちのすれ立てよ。そんなのひどい。
ひどすぎるよ。恨むなら大神を殺した犯人を恨むんだな。今は犯人を見つけることを第一に考えましょう。ではまずは現場の見張り役。もう見張り役も全然いねえじゃん。私がやる。なんか朝日奈怪しく見えちゃう。なんでだろう。私なら大丈夫。それに私はここに残っていたい。さくらちゃんと一緒に。まあいいだろう。まあいいだろう。では一人目は朝日奈で決まりだ。でもう一人は、お前だキリギリ。私が。お前はいつも目障りだ。今回はおとなしく見張りをしている。これは命令だ。いいわ。いいわ。じゃあ私が残りましょう。では早速始めるとしよう。ちょっと待って。その前に言っておくことがある。葉隠れ、戸上、深川の3人は現場に入っちゃダメだから。あんたたち、さくらちゃんを殺したのはあんたたちじゃん。そんな奴らにさくらちゃんの体をさらわせたりしないよ。ふざけるな。こっちだって命がかかってるんだ。捜査をするのは当然の権利のはずだ。なんて言おうと犯人にさくらちゃんは触らせない。力ずくでも絶対に入れないんだからね。だったら情報案を出してやろう。決まりだ。3人全員とは言わん。俺だけを許可しろ。何でもありじゃねえか。うっそー。何言ってんの。勝手に決めないでよ。朝日奈さん、あなたの気持ちもわかるけど、ここは戸上くんの案で納得して。わかったよ。じゃあそれでいいけど、だけど戸上は絶対にさくらちゃんに触っちゃダメなんだからね。当たり前だ。誰が薄汚い死体なんかに触るか。いいね戸上。みんなよく覚えておいてね。誰が大神さんを殺したのか解き明かさない限り。いいわね。生き残った私たちも全員殺されてしまうのよ。望む望まないの問題じゃない。それだけが、それだけが僕らにが生き残る唯一の方法なんだ。絶望的な絶望。やるしかないんだ。死亡時刻は昼の12時頃。被害者の頭部に打撃痕あり、頭を強く打った模様。それ以外の目立った外傷はなし。外傷以外では被害者は激しく吐血した模様。薬？頭殴られて吐血するかな。今回の事件はなかなか手強いかもしれない。どうして？娯楽室の出入り口は私たちが入ってきたあそこのドアだけ。しかもあのドアは部屋の内側に置かれた椅子のせいで開く。確かに。とすると犯人は椅子でドアを塞いだ後どこから逃げたのかしら。そっか、唯一のドアが内側から閉鎖されて窓ガラスを割るまでに出入り不可能だったとなると、どこからも逃げられない。これはみゆき、安心しろ。謎は解けた。これは何かのトリックを使った密室殺人だ。つまりこれは俺が先に言った。俺の密室殺人。密室殺人。この際だからついでに説明もしてあげましょうか。密室殺人がどういうものか。密室殺人には大きく分けて4つのパターンが存在する。まず1つ目のパターンは、犯行後に密室をこう、あるな。主に施錠に関するトリック。施錠に関するトリックか。だったらドアを調べてみれば確認できるな。そして2つ目のパターンは、犯行前からすでに密室だった場合、特殊な道具や方法を使って密室の外から外に中にいる被害者を狙う方法だけど、今回の場合はこのパターンには当てはまらないでしょうね。拳銃や弓矢といった飛び道具は学園内にはないし、そんな隙間もあのドアにはなさそう。そして3つ目のパターンは、密室が破れた際に犯人が密室内にいた場合。犯人が密室に隠れてたってこと？そして密室が破られた際のどさくさに紛れて現れる。駆けつけてきた発見者のふりをしてね。その方法だったらありえるかもしれない。最後の4つ目のパターンは、密室じゃなかったパターン。つまり部屋のどっかに抜け穴があるパターン。小説とかだとよく見るパターンだけど、実際にはほとんど可能性はないでしょうね。ねえキリギリさん、今回の事件は4つのパターンのどれに当てはまるのかな。現場の状況を見てかな。そうね。そのことが今回の学級裁判の焦点になるはず。だけど今はまだ何とも言えないわね。犯人が密室を作り上げた方法、今回はそこに焦点が当たる。さくらたーん、戸上、氷川、葉隠れの誰かなんだよ。なんかこういうこと言われるとさ、逆に怪しくなんない？それはもう少し調べてみないことには何とも。だったら教えてあげるけどさ、あの3人はさくらちゃんに呼び出されてたんだよ。しかもこの娯楽室にね。え？今朝私が保健室に運ばれた時、私とさくらちゃんは一緒に保健室から出て行ったでしょ。その後結局さくらちゃんは一人でどっかに行っちゃったんだけど、でもね、その後また会った時に聞いたんだ。3人の部屋にメモを置いてきたって。もうこの声も出せなくなると思うと悲しいな。昼前に娯楽室に来いって書いたメモをね。いやー、でもそれを知ってる朝日奈さん怪しい。いくらでも工作できない。本当の話だよ。だってさくらちゃん本人から聞いたんだから。それで私は止めようとしていたんだよ。だけどさくらちゃんは聞いてくれなかった。話をするだけだから心配するなって。大神さんに娯楽室まで呼び出されたっての本当なの？そうか、知っていたか。
確かに部屋のドアにそんなメモが挟まっていたな。だがのこのこ会いに行くバカがどこにいる。あの化け物に殺されるかもしれない。正しい。会いに行ってないの？当然だろう。メモも破って捨てた。そもそも大神とは今日一度も会っていない。おい。おい。話が終わったなら下がれ。強靭な肉体と精神力を持った超高校級の格闘家なのよ。犯人はそんな彼女をどうやって殺したのかしらね。いや、殺せたのかしら。よっぽど意表をついたとか、もしくは薬物を使ったとか。意表でもつかない限り、あの大神さんを殺すのは不可能でしょうね。大神さんは椅子に腰掛けたまま前のめりの体勢で息絶えている。確かに口元に吐血の跡が見られる。そもそもこの吐血の原因ってなんだ。これって何かの包装紙みたいだけど、俺ハンカチかと思った。意外と可愛いハンケチ使ってるなと思ったのね。あ、それ朝日奈さん知ってるの？それはだって私があげたんだもん。その包装紙飴玉のだよ。飴玉に毒物を塗った。私がジェノサイダーに怪我させられた時、さくらちゃんすっごく怒ってたでしょ。だから少しでも落ち着いてもらおうと思って保健室から出たすぐ後で私があげたの。寄宿舎の倉庫で見つけた飴なんだけど、私それ大好きなんだ。だから倉庫に入れるようになった直後に私が段ボールごと部屋に持って帰っちゃったの。ああもうダメだと見せかけてバックログ。もう入手不可能なんだよ。だってこの味をさくらちゃんにも味わってもらいたくてそう思ってあげたんだけど。朝日奈さん、俺は初日からあんたが怪しいと思っていた。これは密室殺人に見せかけたただの殺人だ。みゆき、メモを取ってくれ。この飴、何か嫌な味がしないかい。さくらちゃんの口の中から飴玉を引っ張り出して俺たちが舐めてみよう。赤い水玉の飴玉を手帳に記録した。ペロ。これは青酸カリ。大神さんが座っている椅子の付近にガラスの破片が散乱している。赤いガラスの破片、しかもボトルの飲み口の部分と底の部分だよな。つまりこのガラスの破片は元はボトルだったんだ。ガラスの破片の傍らに何か別のものも落ちてるみたいだ。手のひらサイズのフィギュアがポツンと一つだけ。まああれだね、この部屋にあるもんね。俺が最初これなんだ酒かって間違えたやつ。モノクマのフィギュア。床に落ちたフィギュアを手帳に切る。あれ、これってここにあったやつだっけ。あ、そうだ、これだ。このうちの一個だね。あれ、二個なくなってる。雑誌類が収納されている棚の前に血痕がある。大神さんの血痕だろうけど、それにしてはちょっと妙だぞ。どうしてこんな死体と離れた場所に。まあ犯行に使われたと思われる瓶だね。ただもう一個ないんだよね。これ前6本なかったっけ。棚の上に赤いボトルが4本並んでいる。しかもそれぞれのボトルの中にモノクマのフィギュアが1体ずつ入れられてる。そもそもこのフィギュアってどうやってボトルの中に入れたんだ。ボトルシップと同じね。なんだこれ、なんとか船なんかの模型が、それよりも小さな口のボトルに入れられた工芸品。反戦か。つまり、それのモノクマバージョン。モノクマボトルってところね。少しずつだけど見えてきた気がする。つまり大神さんはモノクマボトルによって頭部を殴打されたんじゃないのか。床に散らばった破片とモノクマフィギュアがそれを物語って。でもなんか2個あるんだよな、亡くなってるのが明らかに。あとここも。ちょっと待って、なんか手形がある。あれ、ロッカーのドアが開いている。しかもロッカーの内側には、これって手形だよな。ロッカーの内側にこびりついたホコリのせいで触った部分に手形が残ったみたいだ。しかも結構新しい手形のようね。おそらく誰かがロッカーの中に隠れてその際に手形をつけてしまったんでしょうね。あー、この中に隠れてて一発ドカンと殴ってだよね。だとすると犯人は密室が破られるまでこのロッカーの中に隠れていたんじゃないか。残念だけどその可能性はないわ。恥ずかしいから早めにその可能性を否定しておいてください。え、どうして？思い出してみて。密室を破る前、窓ガラス越しに娯楽室を覗いた時のこと。開いてる！あの時すでにロッカーは開いていた。つまり密室が破られた後まで誰かがここに隠れていた可能性はない。だとしたら、このロッカーの手形の意味って何なんだろう？この椅子がドアノブに引っかかっていたせいで、ドアが開かなくなっていた。でも椅子には金具や糸のような仕掛けが取り付けられた痕跡は見当たらない。つまりこの椅子自体に仕掛けがあったとは考えられない。大抵さ、密室殺人で使われるのって氷だよな。ただプロドルメ X が怪しいぞ。娯楽室の入り口にプラスチック製の容器が転がっている。それはプロテインの容器みたいね。しかも中身が空。それにしてもこのプロテインの容器、化学室 A の2 っていうラベルが貼られているけど、
そういえば大神さんが言ってたっけ、4階の化学室にいいプロテインがあるって。でも大神さんがプロテインを飲むということを知っていて、それでそのプロテインの中に毒物を忍び込ませて、ここにウトウトとしているところを後ろからトーン。ただその状況だと密室を作り上げられないんだよな。この容器の周りに散らばってるのって薄水色のガラスの破片、僕が割ったドアの窓ガラスの破、おかしくね、 X の下にある。そう、その破片容器の周りだけじゃなく容器の下にも散らばってるみたいよ。それがどうかしたの？それは詳しいことはまだわからないけど、きっと覚えておいた方がいいわ。おそらくとても重要な手がかりになるはず。このドアには鍵もないし、ドアの金具を取り外したような痕跡もない。他にも糸とかで何かで仕掛けを施した、形跡なんかも全く見られない。やっぱりドアが開かなくなっていた理由は部屋の内側に置かれた椅子のせいで間違いない。しかもドアと椅子の両方に仕掛けが取り付けられた痕跡がないとなると、犯人は部屋の外から密室を作り上げたわけじゃなく、部屋の中から密室を作り上げたってことだよな。全くわからん。そろそろ一通り調べ終わったんじゃない？だったら次は聞き込みよ。私は見張りだからここを離れられないの。いいわね。だからあなたに言ってもらうことに決めたわ。何？誰？川さんに戻ってたんだね。ジェノサイダーじゃなくて。あいつの話しないでよ。気分が悪くなるじゃない。せっかく楽しい気分なのに。楽しい気分には見えないけど、話っていうのはさ、深さんが大神さんに呼び出された件だよ。知らないわよ。私は何も知らないわよ。戸上くんは呼び出された件に関しては認めてたよ。白夜様もあいつに呼び出されてたの？白夜様もって言っちゃった。じゃあ話してくれるよね？確かにメモは見たわ。でも会いに行っていないわよ。怖くて行けなかったのよ。まあでもそれ、その筋は通るよね。自分がさ、大神に呼び出されたら行かなくない？ちょっと確認したいことがあるんだけど、ハカクレ君が大神さんに呼び出された件なんだけど。なんで知ってた？だけど呼び出されたのは俺だけじゃねえべ。深ワッチとトガミッチにも呼び出したって当の大賀自身が言ってたべ。大神さん自身から聞いたの？それは大賀に呼び出された時だべ。メモで呼び出されたんじゃないの？そう、メモをどうなってる？手渡しされたんだべ。その時ついでに聞いたんだべ。なんだかあからさまに怪しいな。それで大神さんには会いに行ったの？行ってねえって。俺が会いに行くわけねえだろ。やっぱり何か怪しいな。実際こいつなんか知ってるな。俺が最後に大賀と会ったのは怪我した朝日ナッチを保健室に連れて行った時だべ。それ以来会ってねえって。ちなみに受け取ったメモを見せてもらえる？メモ残ってたっけな。ハガクレ君はポケットの中に手を突っ込むと、まあまあ、あーすまん、ないわないわない、怪しいなと。その時何かが僕の足元に落ちた。ボロン。ハガクレ君のポケットに入っていた何かが、ちょっと待って、このキャンディーの風のような速さでそれを拾い上げると再びポケットの中へと突っ込んだ。ゴミだべ、ゴミ。ゴミを捨て忘れてたべ。ゴミ？お前のことか。とにかく俺はオーガに呼び出されたけど、実際には会いに行ってねってことで失礼させてもらうべ。なんか怪しいな、わざとらしいな。入手不可能なはずなんじゃないの、アナメは。なんか全員怪しくない今回。苗木、お前も化学室に目をつけたのか。下は？なんか、ちょっと待って、下なんかおかしくない？丸マークつかないけど、おかしくない？三つの棚が繋がって、大きな薬品棚になっている。いや、そんなことより、下。棚の前に撒き散らされている粉末は一体なんだ？とにかく踏まないように気をつけなきゃ。ドクロマーク C4。まずは A からだ。ここの棚には栄養剤らしき薬がたくさん並んでいる。きっと娯楽室にあったプロテインはこの棚から持ち出したんだろうな。この棚にある容器にはどれも A から始まる番号のラベルが貼られている。つまりこの左側の棚は A の棚ってことか。あれ、でも一つだけ化学室 C の9ってラベルの貼られた瓶が置いてあるぞ。誰かが間違えてここに置いたってこと。おかしないか。この棚にあるのはなんかあんまり見覚えない薬ばっかりだな。試薬、化学実験での使用目的で製造された薬品だ。そんなことも知らずによく平気な顔で生きてられるな。この棚にある容器にはどれも B から始まる番号ラベルが貼られている。つまりこの真ん中の棚は B の棚ってこと。まあ C 見よっか。この棚にあるのは見るからに危険そうな薬品ばかりだ。これって毒薬とか劇薬とかだよな。この棚にある容器にはどれも C から始まる番号ラベルが貼られている。つまり右側の危険な棚は C の棚ってことだな。棚の前で瓶が割れている。
床に撒き散らされた粉末はこれが原因か。あー見えてきたぞこれ。プロテインとこの毒薬の瓶中身なんか書いてたりなんかいろいろして、そんでこの毒薬を混ぜてさくらちゃん飲んじゃったんじゃない。化学質 C の4ってラベルが貼られている。なんでそのプロテインを飲むことを知っていたんだろうね、さくらちゃんが。どう思う朝日奈。一ついいこと教えてやろう。今朝俺は4階を調べて回っていたんだが、その時ここはこんな状態にはなってなかった。じゃあこの粉末が撒き散らされたのってつまりおそらく事件前後だろうな。そしてこれ、これって足跡だよな。しかもこの足跡左側の棚の前だけ残されているみたい。この足跡がどういう位置関係になっているのか見取り図的なものが必要かもしれんな。いやいや、この足跡が誰か誰の足跡かっていうのをみんなの履いてる靴で求めればよくない。それが犯人だよ。僕に緑図をかけて。察しがいいじゃないか。にやりと笑いながら戸上くんが紙とペンを手渡してきた。なんだ。どうした、早くしろ。あ、わかったよ。こんな感じかな。お前ごときにしては上出来だ。こうして見るとやはりその足跡を残した人物は左の棚だけに用事があったようだな。迷いなく一直線に左端の棚の前に向かい、そこで用事を済ませ、そして去っていった。そんな足跡だ。そしてこの足跡はおそらく、ありえるな、俺のやない。違うよ。なら靴を見せてみろ。足の大きさを確かめてやろう。なるほど、お前の足の方が大きいようだな。トガミ、これは女子の足の形じゃないか。そして水泳をやってる人の歩幅だ。これ以上言わなくてもわかるよね、トガミ。だがこれだけはっきりと足跡が残っているのなら、誰の足跡かはすぐに判明するはずだ。とすると、この足跡ってかなり重要な手がかりになるってことだよな。いや、朝日奈じゃねえのこれ。トカチカ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 。匂うぞ。犯人の匂いがする。匂う。いる。ここに犯人がいる。僕はキリギリさんに深川さんと葉隠君の証言を伝えた。なるほどね、戸上君も含めた3人全員が大神さんに会いに行ってないと言ってるのね。だけど怪しいわね。誰かが嘘をついているのかもしれない。一応葉隠ワンチャン嘘ついてる。それはそうと、こっちの方でも進展があったわよ。大神さんの死体、雑誌が収納されている棚、それとモノクマボトル、そこに新しい手がかりがあったわよ。もう一度よく調べてみるといいわ。ぼんやり眺めてるだけじゃ何もわからないわよ。死体には触らなくていいの。仕方がないわね。尻込みする僕と正反対にキリギリさんは平然と死体に触れていく。だけど改めて思う。ちょっと太ももの筋肉何個に割れてんの、あれ。とんでもない筋肉、やんごとない筋肉してない、太もも。よく顔色一つ変えずに死体を触れるね。僕なんかいくら死体を見ても慣れないのに。そっちが普通よ。だったらどうしてキリギリさんは。それはきっと私が以前から死体と接する機会が。いえ、何でもないわね。それよりこれを見て。おー、似合うぞ。右足がくせえぞ。足の甲に黄色い粉末が付着しているでしょ。これが一つの目の手がかりよ。足の甲っていうことを覚えて、みんな。裏じゃないからね、甲だからね。それかあれだろうな、おしっこが引っかかったかどっちかだろうな。意外とタッチションしてビヤーってタッチションして、それでビシャビシャって足についたから、それが結晶化してアンモニアが固まった形跡があるか、もしくは犯行でさっきの C4 の毒薬あるじゃん、あれがかかったかね。次は彼女の頭部の傷跡よ。彼女の頭部の打撃痕はどうやら一つじゃない。彼女の頭の傷は二つ。ついでに興味深い真実をもう一つ。そう、殺された彼女の両手は綺麗なままだった。指先に血痕すらついていない状態だったの。ちょっと待って、みんな、やっぱり眠った状態で頭2回殴られてるわ。それ以外に頭2発殴られてそのままぼーっとしてられるやつっている？完全に気を失っている状態から頭ゴンゴンって2発殴ったか、それか犯人が死体撃ちしたか、どっちかだろうね。それかオーガが死を受け入れられたか、どっちか。あとモノクマのボトルとあれだよな。あれ、みんなよく見て、モノクマボトルの持ってるものが形が違う。チェスか、これ。でも俺チェスの知識が明るくないからわかんない。実はね、そのモノクマボトルに関してもう一つ気になることがあるんだけど、それを確かめるための実験をしたいの。手伝ってもらえるわよね。実験。まず床に散らばったモノクマボトルの破片を集めて、小さな破片もなるべく残さないようにね。でも大丈夫、勝手に現場のものをいじったりして。別にいいじゃない。一通り調べ終わった後だし問題ないはずよ。うるさい戸上くんもいないしね。
私は科学室に行って必要な道具を持ってくるからその間によろしく。わけがわからないけど仕方がない、やるしかない。娯楽室のほうきとちりとりを使って床に散らばったボトルの破片を集めていく。お待たせ、科学室から天秤を持ってきたわ。これで重さを調べてみるの。あなたが集めた破片と残ったモノクマボトルの重さよ。どうしてそんなこと。まず最初にモノクマボトル同士の重さを比べておきましょう。多分俺の予想が正しければ割れた方の方が重い。天秤は釣り合ったままだね。つまりモノクマボトルの重さはどれもほぼ同じってことになるわね。2本使ったってことじゃない。まあ当然だよね。でもさ、血痕が離れてたんだよな。あれが何なんだろう。離れてたんだよ。天秤の片方にあなたが拾い集めたボトルの破片を乗せてみましょう。ほら、僕が集めた破片の方が重い。やっぱりそうだったのね。今の実験結果とモノクマボトルの規則性、それらを合わせて考えてみればね。そこから導き出される答えは一つしかないように私は思えるけどね。あなたはどう考える。あなた次第よ。お前がやれよな。本当のお前がやれよ。あった。手がかりらしきものは、一冊だけ上下が逆さまになってる雑誌がある。逆さまに戻されていた雑誌を手に取り、ペラペラページをめくっていくと、これは殺されたさくらちゃんが俺たち生きてるものに残した。ダイイングメッセージだ。雑誌の中ほどのページに唐突に書かれた大きな血文字、深川と書かれた血文字。これってひょっとしてダイイングメッセージだ。みゆき、メモを取ってくれ。これダイイングメッセージだ。キリギリさん、これって、もう今度このダイイングメッセージが来たら、そのための間におしっこしてくる。もう決めた。キリギリさん、これって、明日以降、明日以降もダイイングメッセージ来てくれ。ダイイングメッセージでしょうね。人の指で書かれているわ。ダイイングメッセージ。やっぱりそうか。それって、深川って書いてあるよね。じゃあ犯人はあいつなんだね。そうなんだね。何で書いたかだよな、ダイイングメッセージを。ちょっと待てよ、みんな。さっき気になること言ってたよな。さくらちゃん、手に血ついてませんでしたよね。ベロで書いたのか。口から血出てるから決定的な証拠だよ。これで犯人追い詰められるよ。なんかあからさますぎて逆の意味で怪しい気がするんだよな。待てよみんな、深川の右、ダルって書いてある。深川かダルビッシュ、セバット、ファリード、ユーだね犯人は。でも今ダルビッシュは WBC で忙しいから絶対にこの現場にはいないのね。その二つまで絞られて、俺の推測が正しければ深川が犯人だ。ダルって書いてあるもん。右の文字が消さ、ん？違う、これ映ってるんだ。ん？違う、閉じたから右に映ってるのか。一致はしてそうだな。早くない？ちょっと待って、まだだよ。俺まだ調べ終わってないからね。学級裁判まだだよ。じゃあ学級裁判を始めます。今から俺はいろいろ調べていこうと思ったのに。連打しちゃったじゃんよ。学校エリア1階にある赤い扉に入り、お入りください。うぷうぷ。じゃあ後でね。もうそんな時間なのか。まだ密室トリックの謎も中途半端なままなのに、この先は学級裁判で何とかするしかないってことか。ちょっと今回学級裁判のパート長そうじゃない？まだ何にもわかんないよ。ごめん、何にもわかんない。いや、弱音は吐いてられない。絶対に俺が何とかする。ささくって死んだじっちゃんの名にかけて。少な。ぷぷぷぷぷ。超高校級の格闘家だってあいつ。密室殺人だってさ。ん？何？変。僕は気づいたんだよ、カッコの偉大さにね。カッコの偉大さか。どんなネガティブな言葉でもカッコ笑いをつけるだけでたちまちポジティブに。はい。はい、例えばピクニックでフランシュタイを見つけた。わら、不気味なだけだべ。いやー、その逆は、ふー、どんなポジティブな言葉でも泣きをつけるだけでたちまちネガティブに。はい、例えば友達役にできるから。本当だ、なんか物悲しいべ。エレベーターに乗ってください。しょぼー、一足先に行ってるね。わけがわからねべ。わけがわからないのはあんたたちだよ。人を殺しといて
よくへ、なんか怪しいなぁ、こいつマジで。でも、朝日奈ちゃん死んなんかやだなぁ、犯人であってほしくねえなぁ。せっかく俺に惚れてる女なのに。ちょっと待てよ、もし朝日奈ちゃんが犯人だとしたら、残す女は深川ちゃんしかいねえぞ。誰と年頃な関係になればいいんだ俺は。おい、頼むぞ。そういう意味でもお前絶対犯人であるなよ。あ、キリギリネタだ。つうか俺は人殺しなんかしてねえべ。私は無実よ。人殺し呼ばわりしないでよね。どちらにせよすぐにわかるさ。俺たちの中に犯人がいるのは間違いないんだからだ。誰よりも強かった彼女を殺した犯人が。俺絶対この人最後まで残ると思ってたのに。犯人はこの中にいる。僕たちの中にいる。ゴンゴンゴンゴイ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 ンという音とともにエレベーターは落ちていく。ゴイン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 、深く深く落ちていき、その落下はいつものように唐突にピンポーン終わる。参加者は6名ですが、ですか、そうですか、少ないね、寂しいね、うん、今回の学級裁判でまた減っちゃうんですかね、それともこの学園生活時代が終了するんでしょうかね。では超楽しみ今回。じゃあ始めましょうか。では自分の名前が書かれた席についてください。最初は15人もいたのに。そして4度目の幕が開く。命がけの裁判、命がけの騙し合い、命がけの裏切り、命がけの学級裁判。ダンガノバー欲しい。長考、いや長考でしよっか。任せろや。さくらちゃんを殺した犯人は誰。さくらちゃんのことを憎んでた戸上か深川か葉隠れ、あんたたちの誰かだよ。まあでもだとしても決まってなくない。そこまで言い切るからには何か根拠があるはずだ。深川の証言、朝日奈の少年証言、戸川の証言。なぜ俺たちが犯人だと思うんだ。動機があるからだよ。あんたたちはさくらちゃんを憎んでたじゃん。それだけの理由で人を疑うなんて最低よ。人として最低だわ。いや、わからな。朝比奈さんがそこまで疑うのには何か理由があったはずだ。朝比奈の証言見るわ。大神は深川と戸上と葉隠れを昼前の娯楽室に呼び出していた。彼らの部屋にメモを残すことで彼らを呼び出していた模様っていうのが朝比奈の証言。それだけの理由で人を疑うなんて。まあ証言、今のところに朝比奈の証言かな多分ね。それだけのところに朝比奈の証言ぶつけてみるわ。多分あそこだと思う。てかあそこ以外ない。それだけの理由で人を疑うなんて。よっしゃー、いいね。それは違うよ。え、それ違うの。疑ってるのってその3人が大神さんに呼び出されてたからだよね。そうですね。しかも事件の直前にね。そいつらの中にさくらちゃんを殺した犯人がいるんだ。朝比奈さんが言ってるようにその3人が怪しいのは間違いない。ごめん、全く分かんない。今回マジもう何にも分かんない。ポケットに入っていたゴミ怪しかったね。俺は会いに行ってないぞ。行ってない。あ、私も行ってない。行ってない。俺も会いには行ってないよ。誰かが嘘ついてんだよ。ポケットに入っていたゴミをぶつけてみる。俺も会いには意義あり。それは違うよ。それは違うよ。それは違うの。え、赤い水玉模様って私がさくらちゃんにあげた飴の包装紙と一緒だ。怪しいね。それはそのあの飴は倉庫に入れるようになった直後私が段ボールごと独り占めしてるから。それと同じものはもう倉庫にも残ってないはずだよ。葉隠れ、どうした。オーガからもらったのは確かだけど、だけどもらったのはずいぶん前なんだ。だから事件とは関係ないんだって。葉隠れ君が大神さんと最後に会ったのって朝比奈さんを保健室に連れて行った時だよね。つまりあの時より前にもらったってことだね。いや、そんなはずはない。大神さんから飴をもらったのはあの保健室の一件よりも後だったはずだ。その根拠となるのは大神が飴をもらった時間帯だ。朝比奈さんが大神さんに飴をあげたのは保健室から出た後だったんだ。うん、保健室で会ったのが最後なら葉隠れ君がその飴をもらってるはずがないんだよ。あれま、簡単すぎない？さすがに。ああ、あったさ。娯楽室で大賀と会ったさ。それの何が悪いんだって。逆切れだけど、会っただけだべ。俺は何にもしてねえって。お願い、信じて。ただの逆切れじゃねえぞ。犯人は深わっちなんだ。その証拠だってあるんだからな。
シャイニングメッセージだべ。違う、これはダイイングメッセージだ。輝いてどうするんだって。現場に深川って血文字があってろ。深川としか読めないよね。何してんのよ。そんなわけないじゃない。あなたがそのダイイングメッセージを見つけたのはいつのこと。オーガの死体を発見した時だべ。あなたは朝比奈さんから現場の捜査を禁止されていたのこと。つまりダイイングメッセージを見つけたなら死体を発見した時しかないはずよね。 あれ待てよ。でもダイイングメッセージが書かれた雑誌をキリギリさんが見つけた時、あの雑誌があった場所って。は？ごめん知らない。なかったこと。雑誌棚の中。これだ。よし。キリギリさんが見つけた時は雑誌棚の中にあったんだよね。私があの雑誌を雑誌棚から取り出して、そこでダイイングメッセージを見つけたの。現場での捜査が始まった後でね。捜査してないはずなのにダイイングメッセージしてると時間がおかしいよね。俺がダイイングメッセージを見つけたのはオーガの死体を発見した時だべ。私がダイイングメッセージを見つけたのは捜査が始まった後だった。雑誌棚の中から雑誌を取り出して、そこでダイイングメッセージに気づいたの。なんもおかしくねえって。いや雑誌棚の中からお吸い取ってかな。捜査が始まった後だ。これをオーガの死体を発見した時だ。ごい、いやじゃあわからない。雑誌棚の中から雑誌を取り出して、どうしてってことは中にあるのに見えるはずねえだろってことだよな。多分文字で、文字で画像された。え、今当たってなかった。いや当たって、なんでオーガの死体を発見した時だべ。ダイイングメッセージだ。なんだべ、俺が何かおかしなこと言っただか。雑誌棚の中から雑誌を取り出して、雑誌棚の中から取り出してるのにおかしくないっちゅうことを言いたいんだけど、オーガの死体をここで止めて、ダイイングメッセージだ。それは違うよ。それは違うよ。捜査の時に現場にいなかった葉隠れ君がダイイングメッセージを見たはずがないんだ。わは、話をすり替えんなって。俺がいつ見たかは問題じゃねえはずだ。問題だよ。そもそもあのダイイングメッセージって本当に大神さんが書いたのかしら。うん、そこだよね。手が綺麗だった。 100% 絶対的に大神が書いたんだ。これ長くなるよ。俺が言うんだから間違いねえって。これ長い付き合いになるよ、この裁判。死体の状況、手に血が付いてなかった。このバイキングソーセージの書けない。世紀末だべ。証拠あんのかって。俺の占いは3割当たる。オカルトは信じねえんだ。証拠あんのかって。聞かん聞かん聞かんって。証拠あんのかって。ダイイングメッセージだ。あのダイイングメッセージって指で書かれたみたいだったけど、でも彼女の死体は両手とも綺麗なままだった。指に血なんてついてなかったんだ。あれ、このままさ葉隠れで進行していく感じ。葉隠れくんが捏造したものだったりして。はい、そうなんです。あ、認めた。認めた。どうして捏造なんか。それはその俺がオーガを殺しちまったからだ。え、葉隠れくんがオーガを殺した。聞いてくれるか、俺の最後の話を。オーガからの呼び出しのメモを受け取った俺は約束通り昼前に娯楽室に向かったんだ。うん、すまんが少し待っててくれ。他にも呼び出した者がいるんだな。あ、はい。雨でもどうだ、疲れが取れるぞ。ありがたくいただきます。だけどそれを最後にオーガは口を開かなくなった。しんどい沈黙だったべ。その時だった、急にオーガが何かをつぶやいたんだ。うん、終わりだ、今日で終わらせる、全て終わらせる。それを聞いた瞬間なんかひらめいちまったんだ。オーガは俺を殺す気だって。俺を殺してここから出ていく気なんだって。ほらビビっちまって、そんで月を見て近くの棚にあったモノクマボトルでオーガに殴りかかっちまったんだ。うん、オーガの背後から不意の一撃を食らわしちまったんだべ。
そうしたらオーガはぐったりしてそのまま動かなくなっちまった。いや犯人ですやん本当に。お前がそこで我に返ってテーブルの上にあった雑誌にふかわって血文字を残してとんずらしたんだ。迷惑よ、バチに値するわ。ちょっと待てよ、おかしい。でもあとは煮るなり焼くなり好きにしてくれ。死んでないよ。吐血の剣と傷跡が2個ある。煮たり焼いたりなんかしないよ。処刑だよ、さくらちゃんを殺したあんたは処刑だよ。じゃあもう投票でいいよね。犯人も決まったんだしさ。いいえ、葉隠君の話はまだ終わっていないはずよ、うん、今の葉隠君の話だけだが説明のつかない彼の行動があったはず。え、わかんねえ。あ、でもさ待てよ、おかしい。なんでダイイングメッセージなのに隠したんだ。これ雑誌おかしいわ。これだこれだ。どうしてわざわざ見つかりにくい雑誌棚に戻したの。それじゃ捏造の意味なんてないのに。いや、というかだな、俺は隠してなんかねえぞ。あら、ちゃんとテーブルの上に置いといたはずだけど。嘘よ、嘘に決まってるわ。すでに犯行を自白しているのに今さら嘘をつくとは思えないわ。だとすると葉隠れ以外の誰かがあの雑誌を雑誌棚に戻したということになるな。つまり事件前後に娯楽室を訪れた人物が他にもいたということか。待て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 、それはあのダイイングメッセージを見られると困る人物だったはず。どうも、深川。これだ。なんだこの事件は。深川さんだよね。この事件めちゃくちゃだぞ。え、全員が一発ずつ殴ってロシアンルーレットみたいにしたんじゃないかなあ。これ一人一発ずつ殴ってれば多分。ダイイングメッセージを見られて困る人って実際に名前を書かれた深川さん以外に考えられないよ。あんたも娯楽室に行ったの。そんなことはどうでもいいじゃない。犯人はもう決まったんでしょ。そうです、俺がやりました。いや違うよ、葉隠君が大神さんをボトルで殴ったのは確かだよ、うん、でも事件はそれで終わりじゃなかったんだ。そういう意味。ま、生きてたってことだよね。何言ってんのよ、そんなことありえないわよ。だったらもう一度葉隠君にさっきの話をしてもらいましょうか。うん、葉隠君は犯人じゃなかったんだ。それを証明するんだ。オーガの背後から不意の一撃を食らわしたんだ。一発目。不意の一撃ってことは、うん、あなたが王を出したのは1回。これよね、これよね、うん、殴ったのは1回だ、ね、これここに当てる。頭部の傷は1つではなかったってことは死体を調べたキリギリの証言をぶつける。あそこに OK。 そうだね、二重の極みもしくは2回殴られてるからね。でもアンジに出会ってないからこいつは二重の極み使えないから、拳以外で二重の極み使うの相当むずいから。殴ったのは1回だ。よし、それは違うよ。ん？ 2 つ？彼女の頭部の傷は2つだったのよ。俺が殴ったのは1回なのにどうして頭の傷が2つあるんだ。実は殴打が2回あったってことよ。しかもモノクマボトルによる殴打がね。頭の傷だけでどうしてそこまで。まだ終わんねえぞこの事件。これだけじゃみんな、この事件根っこは深いよ。あのモノクマボトルには明らかに不審な点があった。事件後の娯楽室の棚には4本のモノクマボトルが残されていたでしょ。それと床には1本分の破片とモノクマフィギュアが落ちていたわね、うん、あの現場には4本のモノクマボトルと1本分の破片があったことになるけど、でもモノクマボトルは全部で6本のはず。どうしてモノクマボトルが全部で6本だってわかるのよ。あのモノクマボトルに隠された規則性を見ればすぐにわかるじゃない。モノクマボトルの規則性か、僕にも見えてきた気がする。この事件俺の推理言っていい？だ、まず葉隠れがベスト割って、深川がダウン取って、戸上が核ヒル入れた。俺はそう見てる。みんなで朝比奈ちゃんはただのいい子、その規則性ってきっと。はい、ちょっとミスってもいいから言ってみるか。いやちょっとカタカナにチェスノーコーマー。ほら、そうか、わかったぞ。そうか、わかったぞ。チェスの駒だよ。ボトルの中のモノクマフィギュアが持ってるのは全部チェスの駒なんだ。割れたモノクマボトルの中に入ってたモノクマフィギュアは、うん、ナイトの駒だったよね、うん、ナイト。
それがどうしたんだよ。大冒険のあの盾持ってるやつ。チェスの駒の種類はキング、クイーン、ルーク、ナイト、ビショップ、ポーン。全部で6種類なのよ。あ、クイーンのフィギュアが足りないんだ。クイーンがね。何よ、チェスが何だって言うのよ。日本人なら将棋だべ。お前は話しかけてくるな、今忙しいから。それが事件と関係している根拠なんてどこにもないじゃない。亡くなったモノクマボトルはどういう状態だった、うん、それを考えてみれば分かるはず。割れた状態、割れてるからだ。亡くなったモノクマボトルはおそらく割れた状態だったはずだよ。しといてよかった。その証拠って、割られたモノクマボトルは一本じゃなかった。それを指し示す証拠は、やったよな俺たちな。盗まれてる？確かに、確かにやったんだ。あの、はかりで測ったんだ俺たちは。でも盗まれてる。これだ。集めた破片の方が重くなったんだ。そうなんだよね。そんな結果になった理由は2個あるから。現場に散乱してた破片がボトル1本分より多かったからなんだよ。まだこの事件は終わらないよ。そのうち1本分の破片とモノクマフィギュアは何者かに処分された。その際その人物は破片を多めに残してしまったんでしょうね。でも破片を処分ってどうしてそんなことをする必要があったの？事件に関係するものだったからだよ。あれが使われたのは大神の2発目の王だ。これだ。怒られてるやん大神。それしかない。集中してみんな、この辺。1本分の破片だけを処分することでオーダーは1回だったと見せかけようとしたんだ。俺も騙されてました。そうね、深川さん。え、雑誌を隠した件もあるし、あなたが事件前後に娯楽室を訪れた可能性は高いよ。待ってよ。確かに2発目のオーダーはあったかもしれないけど、それをやったのが私って根拠はどこにもないはずよ。いや、間違いない。おめえが犯人だべ。おめえも殺、お前も殺意はあったからな、明確な。か弱い女の子だったら一発目で死んでるから。あ、そうだそうだ、お前が犯人だよって言って。俺は自分の過ちを認めることを恐れないんだ。そういうタイプなんだべ。それにそう断言できる根拠も思い出したぞ。何？いきなり呼び出されて不安だった俺は予定時間より早く、あ、オフィスの前で張り込みをしていたんだ。ちょっと待って、あれだ、用具入れだ。そんでしばらくしたところで俺は見たんだ。よっか、ガワッチが娯楽室に入っていくとこうな。その直後今度はオーガが娯楽室に入っていった。だから部屋の中にはフカッチもいると思って俺は安心して娯楽室に入ったのに、そこにいたのはオーガだけだったんだ。フカッチは消えちまってたんだべ。なぜそんな大事なことを今になって言う。自分が殺人を犯してしまったというショックですっかり忘れていたべ。誰かあいつの頭のネジを探してやれ。あんたの見間違いよ。私は娯楽室なんかに行ってないわ。消えたんじゃなくて隠れていたのかもね。私が娯楽室に隠れてたなんてそんなわけないじゃない。マシンガントークバトル、また新要素。これまでとどめはマウスの左ボタンを押せば特に考える必要もございませんでしたが、こっからはとどめの際にあなた用に推理をしていただきます。とどめに使う言葉をきちんとお選びいただけなきゃいけません。言いがかりよ。シャウなやらザコが、いい加減にしてよ。ちょ、ロッカーの手柄だ。謎は全て解けた。これで証明するよ。誰かがロッカーの中に隠れた時、うっかり手形を残しちゃったんだろうけど。一致するんですか、あなたの手形と。また来ます。この手形とあなたの手を比べてみましょう。そうすればはっきりするものね。確かにですか。フカーは俺に手間をかけさせるの、正直に言うんだ。はい、私の手形です。早っ。じゃあさくらちゃんを殺したのもあんたなんだね。そんなわけないじゃない。正直に言え。私が殺しました。多分これまたあっさりだべ。多分って何？この、ね、事件の根っこは深いぞ。まだ終わんないぞ。いいえ、私は大神に呼び出された後
先回りして娯楽室に乗り込むことにしたの。行かないと何されるかわからないし、かといって正面から行くのも怖いから、先に忍び込んでよって思って、それでローカーの中に隠れて。じゃあひょっとして見てたんか、俺がオーガを殴るとこも。その後あんたが私の名前でダイイングメッセージを捏造した時も ね, ね, ねごめん、俺深川よりさ葉隠の方が嫌いなんだけど。そりゃなんとも気まずい気分だべ。終わってないこいつ、このボンバーヘッド。だから私は葉隠がいなくなった後すぐにロッカーから出て、その雑誌を雑誌棚に戻したのよ。その時雑誌を上下逆さまにして戻しちゃったんだね。間抜けすぎるな、どいつもこいつも。そんなことよりさくらちゃんを殴ったのはどうして？雑誌を棚に戻した直後、あ、だからそ、急に背後から獣のうなり声みたいなのが聞こえて。だから雑誌棚の前にも血痕があったんだ。それで振り返ったら血まみれの大神さくらが私を睨んでたのよ。その血を見たせいで私は雑誌棚の前で気絶しちゃって、だからその後のことは覚えてないの。あとはあいつに聞いてもらわないと。これはさ、深川ちゃんちょっとかわいそうだな。ほっほー、出てまいりました。やっぱおめえのせいだったか。お前が大神さくらを殺したのか。大前提としまして、私とネクラは同じ記憶を共有してないのです。なので何が起きたのか詳しいことは分かりませんが、とにかく私がすやすや寝てたら誰かがガシガシ揺すり上がるわけよ。あれ王子様と思って目を開けたら、なんとスプラッタ私びっくりびっくりしすぎて近くにあったボトルで引っ張っちゃった。だって怖かったんだもん。まあ正当防衛だな。さくらちゃんは心配してくれてたんだよ。俺はまだお前のことも疑ってるぞ、朝日奈葵。ひどいのはあいつだっつーの。おかげで燃える男子以外は初めて殺しまったよ。まだ毒の剣が。その後あなたは証拠隠滅のためにモノクマボトルの破片を処分したのね。だって女なんかを殺したせいで死にたくないじゃん。どうせ死ぬなら白夜様を殺して死にたいわ。ついてなかったの、いろんな不運が重なったのよ。だっていつものオーガチンなら私のボトル攻撃ぐらい平気でかわせたはずよ。確かにな。さすがの彼女も葉隠れ君から受けたオーダのダメージが残っていたんでしょう。まあね。でもよかったべ、オーガは俺が殺したわけじゃなかったんだな。こいつマジで死刑にしてよかったって。そんな最低な発言をしてると朝日奈さんに。とにかくこれで決定だね。あれ、じゃあさっさと投票を始めようよ。おかしくないかマジで、なんで怒んないの。いやいや朝日奈だろこれ。あれ朝日奈さん、てっきり葉隠君を怒鳴りつけると思ったのに。ほらどうしたの、みんな投票でしょ、さっさと投票しようよ。いやまだだ。え、葉隠のオーダー、その後の深川のオーダー、ほら来た。だがそれで終わりではなかったんだ。ね、密室殺人の件がまだ残ってません。おい深川、もう一度さっきの話をしてやれ。そうすればいくら間抜けなこいつらでもさすがに気づくはずだ。3人がかりで殺されてるやん。2発殴られて3回目毒殺されたんじゃない、かわいそすぎない。目が覚めたのは雑誌棚の前だったわ。うん、血だらけのオーガに驚いたおめえは、うん、モノクマボトルでオーガを殴ったんだな。うん、そうオーガチームオーガチン。お前がオーガニを殴った場所はどこだ。私が目覚めた場所と一緒よ。雑誌棚の前でやっちゃいました。じゃあここだね、運んだやつがいるね。椅子に腰掛けた前のめりの体操で体勢で息絶えていた。大神の死体の状況と一致しない。雑誌棚の前でやっちゃいました。これだ。それは違うよ、それは違うよ。雑誌棚の前でのオーダが死因なら彼女が椅子で死んでたことの説明がつかないよ。しかも吐血してね。そんなの、その殺人鬼が嘘ついてるだけだよ。黙れ朝日奈。本当は椅子に座ってるオーガを殴ったんだろ。どうする、俺以外全員殺そうとしてたねえ、俺さなんかワンチャンありそう。朝日奈もそうだし戸上もそうだし、こいつらさやばいぞ、悪魔が住んでるかもしれないこの中に。実は僕も、実は私もみたいな感じで。全員がそう思うはずだ。オーガだったら死んでもいいだろうと思ってんだろお前ら。俺はずっと言ってたよなみんな。
おい、オーガが死んじまって悲しいよ。あいつは仲間だよって俺以外もしかしたら思ってないかもしれない。雑誌棚の前でのオーダーはあったはずだよ。棚の前に残されてた血痕がその事実を物語ってるんだ。じゃあオーガを殺した後ジェノサイダーが死体を移動させたんじゃねえのか。いやいや待ちなさいって、私はハサミ以上に重いものは持てないんだって。あんな巨大な筋肉運べるわけねえだろ。どうだ、これでも事件は終わったと言えるか。うん、でもそれにこの事件の最大の謎である密室トリックもまだ解けてない。あんな密室トリックなんて簡単じゃん。スカウがさくらちゃんを殺した後またロッカーに隠れたんだよ。なるほど、ジェノサイダーは密室が破られるまでずっとロッカーの中に隠れてたんだ。違う、これだ。娯楽室のドアを破る前、朝比奈さんも僕と一緒に見たはずだよ。あの時点ですでにロッカーは開いてたでしょ。全員でボコしたからさ、誰の一撃がさ最終的にさオーガを死に至らしめたか分かんなくてさ、これどうすんだ。これモノクマは心拍とかかってんのかな。ちゃんと叱るべきさ医療従事者の診断でやってほしい。分かんねえよもうここまで来たら。もしかしたら一発目の歯隠れのオーダーが致命傷になってるかもしれないじゃん。じゃあジェノサイダーはどこに隠れてたんだべ。私は知らんよ。そもそも密室トリックって何だけどよ、ジェノサイダーが犯人じゃねえとなるとオーガの死因は頭部のオーダーじゃねえってことになるよ。それがどうした。だって別の死因なんて考えられないし。お前らがその可能性を見落としているだけじゃないのか。トガミじゃねえんだ。なんかトガミは違いそう。まあ俺は毒殺だと踏んでんだけどね。やっぱ口から吐血してるんだよ。別の死因なんてありえないよ。さくらちゃんの死因は頭部の傷以外には考えられないよ。ここにぶつけそう。結局私のせいにされてる。じゃあこれ多分モノクマファイル4を今のにぶつける。頭部の傷以外には考えられない。それは違う。大神さんは吐血をしてたらしいんだ。それは違うよ。そんなの頭を殴られた時に口の中を切っただけかもしれないじゃん。飴玉って知ってるか。飴玉を親友からもらったんだ、オーガは。その飴玉に毒が塗られていたんだ。オーガ泣いてたよ。彼女の口の中には切ったような傷なんて見当たらなかったわ。オーガにサクラは毒を盛られて殺されたんだ。プロテインか飴。ありえないよ、毒なんて。あれれ、謎を解く鍵は4階の科学室にあった。あれだよね、あの粉末だよな。こんなものを見つけたぞ。それって毒薬か。はい、そこまで強い毒ではないが、それなりに飲めばそれなりに死ぬ。だがこの毒の性質などはどうでもいいんだ。問題はそうなんだ、この毒薬の置いてあった場所だ。 A に置いてあったんだよ。 A の棚には栄養剤、 B の棚には試薬、 C の棚には劇薬や毒薬の類が置かれていたな。トカミ君が手にしている毒薬があった場所、それは僕も知ってるはず。なぜか A の棚にあったんだ。なぜ栄養剤が置かれている A の棚に毒薬の瓶が紛れ込んでいたんだろうな。なんでだべ。これが犯人が行った入れ替えの副産物だからだ。どういう意味。そういう意味。こういう意味だよ。僕は目を疑った。え、トカミ君が持っていた毒薬の瓶を口元に運んでいた。白夜様。だけど当のトカミ君は何事もなかったかのようにいつものように冷静に。まずいな。大変、白夜様が大変よ。中身入れ替えてるってことだよね。早く水を飲まないと。粉だけ飲んだら喉がガーってなるから。アホ、毒吐き出させんのが先だろう。確かに吐き出したくなるような味だな。これのどこが高級品だ。何の話だべ。もちろんプロテインの話だよね。その瓶を貸してもらえる。でもさ、殴られた後にさ、じゃあさくらちゃんはプロテイン飲んだってこと。さくらちゃんってまさかそうなのね。え、馬から始まって鹿で終わる2文字の人間かもしれない。プロテインで治そうとしたのかもしれない。で、それを分かってた、そういう行動を取ると分かってた親友が怪しくなってこねえか。これプロテイン。口数減ってねえか。その瓶に入っていたのは毒薬ではなくプロテインの粉末だったんだよ。だとすると逆に、本来この瓶の中に入っていたはずの毒薬は
どこに行ってしまったんだろうな。毒薬の瓶にはプロテインの粉が入っていた。じゃあ逆に毒薬が入れられてたのってひょっとすると。プロテインの容器。そうか、分かったぞ。そうか、分かったぞ。毒薬とプロテインはそれぞれ中身が入れ替えられていたはずなんだ。悲しい物語。なんでさ、そんなことすんの。朝比奈ちゃんと桜ちゃんは親友だったんじゃないの。だってさ、朝比奈ちゃんが襲われた時とか桜ちゃんめちゃくちゃ怒ったりしてたのに。犯人は大神に現場にあったあるものを渡すことで毒薬を飲ませたはずだ。どうする、ハガクルが、あ、実はそれも俺がやりましたって言ったらどうする。その人間ムカデみたいにさ、ヒントがどん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 、犯行がどん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 螺旋状につながっていくかもしれない。あ、その毒も一応自分がやりましたけど次もいますよねって。みんなさくらちゃん嫌いですよねって。その後普通に金属バットで、あのビヨンドでぶん殴りましたってやつが出てきたり、いろいろ出てくるぞ。これ今から6時間犯行の暴露が始まる。現場になったあるもの、これだ。じゃあ僕はビヨンドで、うん、じゃあ渡したのってプロテインの容器、大原学園のように出てくるかもしれない。しかも毒薬の入ったプロテインの容器だ。え、犯人はそれを渡すことで大神に毒薬を飲ませたんだ。それこそがあいつの本当の死因だったんだよ。そういや、大賀は前から言ってたべ、プロテインは万病に効くって。だから大賀は頭に傷を負った時、その治療のためにプロテインを飲もうとして、そこで差し出されたのが毒薬が入れられたプロテインの容器だったんだ。まだでも密室殺人の件が終わってない。その入れ替えを行った人物の正体もすでに突き止めているぞ。マジか、誰がやったんだべ。薬の入れ替えを行った人物を示す証拠は化学室にはっきりと残されている。いや、なんかこれまだワンチャンありそう。入れ替えをした人物を示す証拠ってきっとあれのことだよな。これだ。入れ替えをした人物を示す証拠ってあれのことだよね。足跡が残されていたのは A の棚の前だった。プロテイン入りの毒薬の瓶があった棚だ。 A の棚で毒薬とプロテインを入れ替える際、犯人が足跡を残してしまったんだろう。そしてあれだけはっきりと足跡が残っていれば誰のものか割り出すのは容易だ。今すぐ俺たち全員の靴を調べるぞ。いいね。どうすればすぐに。私だよ。最低、マジで。私だよ、その足跡。マジで最低こいつ。朝比奈さん。だってどうせバレちゃうなら自分の口から言った方がマシでしょ。じゃあオーガを殺したのって。そうだよ。私がさくらちゃんを殺したんだよ。やばこいつ。やはり君も俺の睨んだ通りだったな。あの足跡はどう見てもスニーカーのものだった。僕たちの中でスニーカーを履いてるのって僕と朝比奈さんじゃないか。俺だ。だから戸上君はあの時苗木のだな。近いよ。なら靴を見せてみろ。足の大きさを確かめてやろう。ついでに言えば学級裁判に入ってからの朝比奈は、うん、何やら様子がおかしかった、うん、やけに投票を急いでいたよな。それは自分の罪を他人に押し付けるためだ。信じられないよ。朝比奈さんと大神さんは親友同士なんだし。親友同士だからこそチャンスだったんじゃないか。なるほど。親友である朝比奈から渡されたプロテインなら大神は怪しむことなく口にしたはずだ。親友、朝比奈はその関係を利用したんだよ。そうすることで被害者である大神を騙し、さらには俺たちをも騙そうとしたんだ。朝比奈よ、お前にしてはなかなかえげつない方法を考えたもんだな。朝比奈さん、本当なの？なんかでもちょっと3章までの展開と違う。やっぱり真犯人を突き止めてたのは俺だったから、俺主導の話し合いだったから、これまだ分かんねえぞ。どうしてそんなことしたんだよ。さくらちゃんから頼まれたんだ、プロテインを持ってきてほしいって。だけど化学室にプロテインを取りに行った時と思いついちゃったんだよ。今なら殺せる。そうしたらさくらちゃんそれを一気に飲み干して。あ、じゃあ確定だね。それで待って。ん？そんなの納得できないの？うん。まだわからないのか。このゲームはそんなに甘くないんだ。他人のために自分を犠牲にする人間など存在しない。
誰もが最終的には自分のことだけを考えるんだ。その女が自分のために大神を犠牲にしたようにな。流れ変わってる。私はただ解けない謎に納得していないだけ。それって、あ、そうこと。そう、あなたが犯人なら説明して。うん、確かに。あなたはどうやってあの密室を作り上げ、おかしい。それはそんなことどうだっていいじゃん。犯人だからって全部教えなくちゃいけないの。え、何これ。そういうわけじゃないけど。うん、でもあなたが話せない理由は気になるわね。ありえん。薬を入れ替えている以上犯人は間違いなく朝比奈だ。信じたくないって気持ちを抜きにしてもなんだか不自然に思えるんだけど。だってさ、あんなに目立つ足跡をそのまま残しておくなんて。そう、さすがにおかしすぎない。あからさますぎるよな。自分から怪しんでくれと言ってるみたい。それは緊張してたせいで足跡をつけてることに気づかなかったんだよ。ねえ朝比奈さん、もう少し詳しく聞かせてもらえるかしら。おい、この話の根っこは深いぞ。僕からもお願いするよ。次元爆弾回ってくるぞ。俺にも、苗木誠にも。実は僕もやったんだ。オーガなら 2,3 発殴っても死なないと思って、その後僕がビヨンドでぶん殴ったんだ。でもその後にも誰かやってるよね。自供の準備しとくね。自白の準備。俺も確かにぶん殴ってるから 2,3 発。分かったよ。私はまず最初に C の棚に行って、うん、そこから毒薬を取り出したんだよ。はい。棚の前に粉末を撒き散らしたのはその時。こぼしちゃったんだよな。棚から毒薬を取り出す時にうっかり瓶を落としちゃって、次に A の棚にプロテインを取りに行って、そこで薬の入れ替えをしたんだよ。私は毒薬を入れたプロテインの容器を持って化学室から出て行ったんだけど、その時プロテインを入れた毒薬の瓶をうっかり A の棚に戻しちゃったせいで、そのせいで全部バレちゃって、それで終わりだよ。え、おかしくない？君は最初に C の棚から毒薬を取り出した後、うん、そのまま A の棚にプロテインを取りに行ったんだよね。うん、ちょっとおかしくないか。朝比奈さん、今の話をもう一度聞かせてもらえる？いつまで続けるつもりだ。戸上さん、どうしてそんなに焦っているんですか？そうなる決まってるよ。この事件の真相を突き止めるまでだ。自分のビヨンドが死因じゃないということになる。私は最初に C の棚に行って、うん、その時にそこから毒薬を取り出したんだ。C の棚から A の棚に移動した。ここでぶつけるわ。その入れ替えが終わった後はプロテインを入れた毒薬の瓶を A の棚に戻して、うん、化学室から出て行ったんだ。もういいだろう。いつまで続ける気だ。黙れ殺人鬼。C の棚から A の棚に移動して、おかしないですか？それは違うよ。それは違うよ。でも現場に残されていた足跡は C の棚から A の棚には向かってなかったよ。今の朝比奈さんの言葉と矛盾してるよね。おかしいよな。どういうことだ朝比奈。それはあなたは C の棚には行かず A の棚だけで何かをしたみたい。ちょっとおかしい。これ朝比奈さんは A の棚に置いてあるプロテインを取りに来ただけだ多分。で真犯人に気づい、えじゃない？おかしくない？元から入れ替わってるよこれ。確かに朝比奈さんが取りに来てるけど、でもあらかじめでも証言で嘘つく必要ねえよな。それはおかしくない？どういうことだ？何が起きている？それに朝比奈さんの証言でおかしいのは足跡の件だけじゃないわ。それを説明する前にまずは新しい証拠を提出させてもらうわね。新しい証拠だと？バカな、そんなものがあるはずない。どうした戸上白夜。あら、その証拠をくれたのはあなたじゃない。さっき戸上くんから受け取った毒薬の瓶の中にその証拠が隠されていたわ。こんな大事なものに気づかないなんて致命的な見落としをしたわね。そこに何があったというんだ。ちょっと待って、みんな、黄色い粉だったってことはオーガの足に落ちてた黄色い粉と一緒だから、オーガはただプロテイン飲んだだけだ多分。これよ。え、ガラスの破片？瓶の底の方に紛れ込んでいたわ。戸上くんが粉末を飲んでくれたおかげで隠れていた破片が出てきたみたい。おかげで謎が解けた。感謝しておくわ。なんだその破片は。そう、戸上くんにはまだわからない。内部くん、あなたが代わりに答えてあげる。お前がやれよ。じゃあそこまで言うなら。僕わかんねえ。あれか、割った扉のあれか。娯楽室の窓ガラスだ。
これだ。ナイス。僕が割った娯楽室の窓ガラスも薄水色だったし、だから間違いないと思うよ。でも間違いないからこそ変なんだ。どうして娯楽室の窓ガラスの破片なんかが、この毒薬の瓶の中に紛れ込んでいた。いや、おかしい。ただプロテイン飲んだだけだ、オーガは。だって朝比奈さんの証言によると、娯楽室の窓ガラスが割れた時、あの毒薬の瓶があったはずの場所、さっき朝比奈さんが言っていたのは、告白室の A のかな。これだ。それなのに、あの毒薬の瓶の中に娯楽室の窓ガラスの破片が入ってたってことは、本当は毒薬の瓶は娯楽室にあったんだよ。少なくとも娯楽室の窓ガラスが割れるまで、つまり密室が破られた時まではね。そうでないと、あの瓶の中に窓ガラスの破片が入っていたことの説明がつかないよ。そしてそれは密室が破られた後で化学室の棚に戻され、逆に現場に落ちていたプロテインの容器、あれが娯楽室に持ち込まれたのは、おそらく密室が破られた後の大神さんが死んだ後だったはずよ。待て、話が飛躍しすぎだ。確かに毒薬の瓶は密室時の娯楽室にあったのかもしれん。朝日奈が嘘ついたの。大神が毒を飲んだのは毒が入ったプロテインの容器を渡されたからだろう。プロテインの容器が現場になかったとすると、大神はどうして毒を飲んだんだ。その説明もしておかないとね。だけどその前にみんなに一つ確認しておきたいことがあるんだ。はい。そのプロテインの容器に関してなんだ。あと、なんでオーガの時だけみんな殺そうとしてんの。かわいそうじゃない。ちょっと全員でオーガ殺そうとしとるやん。大神さんの死体を発見した後、誰かあれを蹴飛ばしたりしなかった。誘導尋問か。俺だけ好きだったの、さくらちゃん。いいから答えて。身に覚えがないな。僕もやってないよ。俺じゃねえぞ。同じく。私も蹴飛ばしてないけど。これで分かったわ。やっぱりあのプロテインの容器が持ち込まれたのは密室が破られた後だったのよ。なぜ言い切れる。俺に分からんことをなぜ言い切れる。そういう動揺だよな。俺が分かってないことをなんでお前ら分かってるんだっていう事実に対する憤りとかで動揺だよね。別に犯人って感じじゃしねえけどな。あのプロテインの容器、密室が破られるまで娯楽室にはなかったのよ。あれはずっと娯楽室にあったはずだ。もちろん密室が破られる前からな。謎は全て解けた。それは違うよ。現場に落ちてた容器の周りにガラスの破片が散らばってたのは知ってるよね。あの破片が散らばってたのはプロテインの容器の周りだけじゃなかったんだ。あの破片は容器の下にも散らばってたんだよ。なんだと。ガーン。ガラスの破片が容器の下にあるってことはさ、プロテインの容器が置かれたのは窓ガラスが割られた後ってことになるよね。そうだよ。つまり密室が破られた後ってことだよ。そうだよ。どうした、なんか随分と。そうか、さっきキリギリがあの容器を蹴飛ばした者がいないかと聞いていたのは、破片の上にあったのは誰かが容器を蹴飛ばしただけかもしれない。その可能性を前もって潰しておくための質問だったんだね。なるほど。おかげではっきりしたでしょ。プロテインの容器はあの部屋にはなかったもの。だけどそれらは密室が破られた後に入れ替えられ、プロテインの容器が娯楽室に置かれ、毒薬の瓶が化学室に置かれることになったの。ガーン。え、なんで嘘ついたのお前は。だとすると、大神が毒を口にしたのはなぜだ。毒の入ったプロテインの容器を受け取ったからこそあいつは毒を飲んだんじゃないのか。そうじゃなかったんだよ。きっと大神さんは毒薬の瓶から直接毒を口にしてしまったんだ。密室時の現場にあったのは毒薬の瓶だけとなると、それ以外の可能性は考えられないよね。大神は毒と知りつつその毒を飲んだということか。なんで。まず最初にはっきりさせておかなければならないのは、密室時の娯楽室にあった毒薬の瓶、それを化学室の棚から持ち出した人物について。ちょっとさ、喋らずしっかり聞いていい。俺理解できなそう。しっかり聞かないと。それはおそらく、さくらちゃんってことだ。これだ。大神さん自身だと思う。で、さくらちゃんが自分でやったのをなぜか朝比奈が私がやったって言ってる。
意味がわからん。殺されたオーガチンが自分で毒薬を持ち出したってこと？何言ってんの？そんなわけないじゃん！大神さんが科学室にいているのは確かよ。しかも毒薬のある C の棚にね。嘘だよ。そんなの嘘だよ。なんでそんな嘘言うのさ。いや、嘘なんかじゃない。大神さんは C の棚に行ってるはずだ。それを朝比奈さんにも分かってもらわないと。そんなの嘘だよ。ダンチュ、違うわ。ダンチュ、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 そんなの嘘だよ。危ねえ。さくらちゃんが毒薬を持ち出した証拠があるの？わかんねえよ、そんなもん。適当だよ、もうこれ最後は。大神さんの足の甲に黄色い粉末が付着してたのは知ってる？足？適当。科学室の棚の前に撒き散らされていたのも俺のパッショントークバトルだよ。なんとか俺のパッションがあったっぽい、当たったっぽい、なんかで、ね、これ分かんなくなかった？で、ね、これ分かった？黄色い粉末だったね。あ、ここでついたのか。大神さんの足の甲に付着してたのはあの化学室の粉末だと考えられるんだ。なんかバカだからさ、腕の筋肉鍛えすぎてさ、脇締まんなくなってさ、あのプロテイン飲むときに普通に足にこぼしたのかと思ってた。あの粉末が撒き散らされたとき、大神さんがその場に立ってたからなんじゃないかな。つまり大神さんこそがC の棚で粉末を撒き散らした張本人なんじゃないかな。あわわわ。大神さんがあの瓶を落とした時、彼女は粉末が撒かれた方向の反対側に立っていた。その際に撒った粉末が彼女の足の甲に付着しちゃったんじゃないかな。しかねえな。じゃあなぜ大神さんは C の棚に行っていたの？毒薬を取り出す以外には考えられないわ。違う、君は犯人なんかじゃない。なぜなら僕もビヨンドで殴ったからだ。犯人は大神さんを殺した犯人は大神さんと毒薬の関係、解けない密室の謎、それらの答えを出せる唯一の可能性、犯人はあの人しかいない。犯人は大神さくら自身だ。僕の答えだ。大神さんを殺したのは大神さん自身だったんだよ。なんだと？つまり自殺ってことか。超かわいそうなんだけど、殴られてさ、めちゃくちゃかわいそうだけど、自ら命絶ったんでしょ。なんかこのね、こういう戦いを終わらせるために超悲しい。信じたくないけど。ごめん、汚い、なんかキモいと思ってて、さくらちゃん。でもそう考えると全ての辻褄が合うんだよ。大神さん自身が毒薬を取りに行き、そしてその瓶から毒薬を口にしたのは、初日に戻って抱きしめたい、自らの命を絶つためだったから。そして解けない密室の謎、あれは解けなくて当たり前だったんだよ。あの密室は部屋の中にいた大神さん自身によって作られたものだったんだ。彼女は邪魔が入るのを防ぐためにあの密室を作ったの。大神さんはその密室に持ち込んだ毒薬を飲み、そこで息絶えた。2回瓶で殴られた後にな。そしてその毒薬の瓶は密室が破られた後、ある人物によって娯楽室から持ち出されてしまう。朝比奈さん、あなたなんでさ、朝比奈はさ、自分がやったっていうことにしてんの？全ては捜査の攪乱のため。そうなんでしょ？大神さんの死体を見つけた時、あなたはドアの入り口付近に立ち尽くしたままだった。その理由は、あなたはすでに大神さんの死を知っていたから。そしてその入り口付近に毒薬の瓶が転がっていたから。朝比奈さんが毒薬の瓶を拾ったのはあの時だったんだよね。それに今思えば、その後の朝比奈さんの行動も何かおかしかったわ。みんなを呼んでこなくちゃ。あなたはみんなを呼びに行くと言っていたけど、本当は容器の入れ替えを行うために科学室に行くのが目的だったんじゃないの？
そして化学室に行ったあなたは、なるほどね、すぐにプロテインが保管されている A の棚に向かった。そこで娯楽室から持ち出した空の毒薬の瓶にプロテインの中身を移し替えると、空のプロテインの容器だけを持って化学室を後にした。そう考えればあの足跡の辻褄も合うはずね。え、これどうなるの？結果は誰も処刑にならないってこと？連れてきたよ。うわ、オーガ。みんなの視線が大神さんの死体に向けられている隙にプロテインの容器をこっそり現場に落としたんだよ。あの時気づくべきだったのかも。本来の朝比奈さんなら誰よりも真っ先に大神さんの死体に駆け寄るはず。なんかそういう描写なかったもんね。大神さんは自殺だった。朝比奈さんはその事実を隠すために一連の偽装工作を行っていたのよ。死の真相が隠せるなら自分が疑われても構わない。あなたはそう思っていたはずよ。だからこそあれらの証拠をあえて現場に残したままにしたんでしょ。自分が犯人と見せかけるために偽装工作をしていたというのか。それをにまんまと引っかかってますよ、戸上さん。違うよ。私が殺したんだ。私がさくらちゃんを殺したんだよ。朝比奈さん、終わったんだ。よかった、俺のビヨンドはバレてない。早めに終わらせよ。いや、終わらせなきゃダメだ。もう終わらせなきゃダメなんだよ。最初に呼び出して呼び出すやん。ここだよね。ほんで一部始終を見ていたこいつが入ってきた。うわーってきて、葉隠れくんが大神さんを殴った時のモノクロボトルに入ってたのはこれだよな。ガシャーンバリーンって言って、おそらくフカはダイイングメッセージで逃げて見てました。ロッカーにいたフカさんはその後出てきてダイイングメッセージを発見して本棚に隠した。でも逆だった。痛いわね。起きてきてキーヒーバタン、そんでクイーンで殴った。多分これでバーンって殴ってクイーンで殴って果たして逃げてまだ生きてて髪を溶かして、大神さんが死んだ原因となったもの、それは化学室から持ってきた瓶。すげえな、さくらちゃん。割って死んどって、大神さんの下の近くに落ちていたものがある人物によって持ち去られた。それはちょっと見づらいけど C9 の毒瓶だよな。で呼んでくるわって逃げて、ここに毒薬瓶の代わりに現場に置いたのはプロテインの謎は全て解けた。これが事件の全貌だよ。これなんで飴あげたんだろうね。大神さんに殺されると勘違いした葉隠れくんは取り乱してしまい、こいつが一番ゴミだろ。ギャーなんでパリーンってこうか。謎は全て解けた。犯人は君なんだ。犯人はお前だ。よし。目を覚ました大神さんを目の当たりにした深川さんは、大神さんの出血を見たせいで気絶してしまった。優しい、さくらちゃん。さくらちゃん超優しいじゃん。そこで目を覚ました彼女も。よし、完璧、ナイス。誰も入れない状態にした上で毒薬を。なんでこいつが死ぬ羽目になってんだよ。その人物は娯楽室に落ちていた毒薬の瓶をこっそり持ち出し、謎は全て解けた。これが事件の全貌だよ。娯楽室に落ちていた毒薬の瓶をこっそり持ち出し、そして僕らが見ていない隙にプロテインの容器を代わりに置いたんだ。そうすることで僕らの疑いを自分自身に向けさせようとしたんだよ。今回の学級裁判も間違った結論に導くためにね。そしてそんな偽装工作を行った人物こそひなちゃん、朝比奈さん、君なんだ。
なんでそんなことしたの？俺たちを殺そうとしたってこと？これが今回の事件の真実だよ。じゃあ犯人は誰もいないじゃん。だが苗木、どうしてお前が、どうしてお前ごときがそこにたどり着けたんだ。これがたどり着けなかった真実に。いや、それは、それは配信してコメント見てるからだけど。まだわからないの？人間は計算や損得だけで動くわけじゃない。だからこそ人間は難しい。あなたはそれを理解していなかった。二流目。人の感情というものを軽んじているといつか足元を救われる。おお、まあ、でもさくらちゃん死んじゃったからおおじゃねえんだけど。121枚、ほぼチートじゃないか。ほらほら、これでオチがつきましたみたいなムードになってるけどさ、うんうん、はい、お前だったら忘れてない？え、まだ投票タイムが終わってないよ。どうすんの？こういうのってお決まりだからさ、一応やっとかないといけないんだよね。じゃあ面倒かもしれませんけど、お手元のスイッチを押して投票してください。自殺と、もしくは葉隠れ。はーい、大正解です。そう、大神さくらさんを殺したのは大神さくらさん自身だったのでした。僕の、はい、おしまい。だが俺にはまだわからないことがある。おい朝日奈、お前何のために大神の死を隠そうとしたんだ？あのまま隠し続けていればお前も処刑されていたかもしれないんだぞ。どういうことだ？それなのにどうしてそんなことをした？ひでえぞ。そうだべ、危なくみんな死ぬとこだったんだぞ。お前は死ねえよ。だってそれが目的だもん。え、だってさくらちゃんが死んだのはみんながさくらちゃんを追い詰めたせいじゃん。みんなが彼女を殺したんだよ。だから彼女だけを死なせるわけにいかないじゃん。あんたまさか私らを道連れにするために罪を償わなきゃ。私はみんなが殺したんだから、だからみんなで罪を償うべきなんだよ。マジかよ、なんだってそんなこと。わからないなら教えてあげるよ。さくらちゃんがどんな絶望を抱えて死んでいったのか。だってこれを見てよ。我は全てに絶望した。醜い争い合いに絶望した。このまま殺されるのを待つぐらいなら我は自らの手で終わらせよう。それって娯楽室の前に落ちていたのを見つけたんだよ。なるほどね。朝比奈がマジ、じゃ共闘じゃな、共謀じゃなかったんだ。朝比奈の独断なんだこれ。今思えばその予兆は前からあったんだ。あれは私がジェノサイダーに襲われた直後、私が襲われたことを知って桜ちゃんが怒った保健室から飛び出した後のことだよ。ねえ桜ちゃん、落ち着いて、私なら大丈夫だから。落ち着いてなどいられない。我らが傷つくのは構わん。全ては我の責任なのだからな。だが我のせいで朝比奈までもが傷つくとは。許せ。我のせいで我をかばったばっかりに。許せ。親友が傷つくことになれんなろうとは。桜ちゃん、我は我のせいで仲間同士が殺し合おうとしている。全て我の責任だ。さくらちゃん、責任を感じてた。全部自分のせいだって。だからきっと何とかしてみんなに許してもらおうと思って、それで3人を呼び出したんだ。ああ、そういう呼び出し合いだったんだ。なのに2人に殺されかけたんだ。あの3人を呼び出したの？やめた方がいいよ、絶対に危ないって。大丈夫だ、少し話をするだけだ。ねえ、ねえ、やめた方がいいって。3人がかりで襲われたらさくらちゃんだって。朝日奈よ、朝日奈よ、勘違いするな。あいつらは敵ではない。あいつらは仲間なのだぞ。さくらちゃん、ポリコレ入るとか言ってごめんよ。さくらちゃん、きっとさくらちゃんは信じてたんだよ。話をすれば分かってくれるって。みんな仲間なんだからって。それなのに、どうして？それなのに、ちょ、いいやつ。あんたたちはさくらちゃんの気持ちを踏みにじった。しかも最悪の形で。いや、あれは事故みたいな。いや、こいつらマジ殺してくれ。何言ってんの？事故なんて言葉で片付けないでよ。信じてたあんたたちに話すら聞いてもらえないで、問答無用に殺されかけて。許せない。さくらちゃんはそんなみんなに絶望したって、ガチの自殺じゃんこれ。それがこの遺書の意味だよ。このまま殺されるのを待つくらいならそれならいっそって。どうして？さくらちゃんはそこまで追い詰められて。さくらちゃん、どうしたのその傷？朝日奈、待って、すぐ手当てするから。我はここでお前と出会えたことを嬉しく思う。急に何言ってんの？頼みがあるのだ。頼み？プロテインを取ってきてほしいのだ。
プロテインをっていう言葉オンリーだけ取ったんだ。取ってきてほしいのだ。わかった。待ってて。すぐに持ってくるから。それが私と桜ちゃんの最後の会話だった。頼まれたプロテインを取りに科学室に行ったら、棚の前で粉末が撒き散らされていて、そこで気づいたんだ。桜ちゃんが劇薬の棚から何か持ち出したってことに。私は急いで娯楽室に戻ったんだけど、でも、その時はもう、桜ちゃん。開けて。お願い。ここ開けてよ。どうして桜ちゃんが死ななきゃいけないのよ。桜ちゃんにだって弱いところもある普通の人間なんだよ。傷つけられれば血が出るし、傷つけられれば痛い。そんな普通の弱い人間なんだよ。それなのに。どうして？みんなは彼女を責め立てて、それをかばった私が傷ついたせいで、彼女はさらに重荷を背負って、しかも私は気づいてあげられなくて、私たちが桜ちゃんを殺したんだよ。どうしてなの？そんな私たちだけが生きていていいわけないんだよ。それで俺たちを道連れにしようとしたのか。みんなのことを恨んで死んだ桜ちゃんの無念を晴らすためだよ。でも、それも見破られちゃって、結局私は何もしてあげられなかった。もう桜ちゃんに合わせる顔がないよ。ねえねえ。泣ける話のとこ悪いんだけどさ。ほら。長いよ、長い長い長い。そんな眠くなっちゃうよ。っていうかさ、大神さんがどう思って死んだのか、朝比奈さんがなんか、朝比奈さんなんかが本当に理解してるのかね。何それ。だってさ、さっきの話だって大部分が朝比奈さんの解釈なわけでしょ。あの遺書に気づいた、あの遺書に基づいた朝比奈さんの解釈。何言ってんの。分かってるに決まってるじゃん。だって私とさくらちゃんは、つまりだからさ、僕が言いたいのはね、はい、その基づいたものが違うんじゃないのってこと。本当はこっちだったりして。遺書だって、遺書はもう朝比奈さんが、あれを書いたのは僕だよ。一方こっちは朝比奈さんの部屋に置いてあったもの、大神さんが朝比奈さんに当てたもんだろうね。え、やばこいつ、金毛だよ。私のこと騙してない。だま、すなんてやだな。盛り上げようと思ってただけだって。おやおや、ていうか僕が書いた落書きを朝比奈さんが勝手に勘違いしたのが悪いんじゃん。大神さんの署名があるわけじゃないっていうのに。汚いぞ。汚くないよ。僕は何もしてないじゃん。ふんふん、僕が証拠をでっち上げたりした、学級裁判の行方を左右するような介入をしたろ。事件はお前らの中で起きて、お前らの中で引っかき回し当てただけじゃないか。あの遺書がきっかけになったとしても、結局全てお前ら同士の間で起きたことだよ。だからノープロブレムなり、これも演出の一環きり。それでそっちの本物の遺書には何が書いてあるのか。はいはい、では読みますよ。我が親友である朝比奈よ、お主に伝えて おかねばならぬことがある。こういう形で使えるのは心苦しいが、だが知っておいてほしい。それが我の最後の願いだ。何？知っての通り、我は黒幕の内通者だ。我が黒幕に声をかけられたのは、この奇妙な学園生活が始まった最初の日の夜のこと。黒幕は、なんで一個ずつ。我が一族の道場を人質に取ることで、我に手先となるよう命じてきたのだ。じゃあ俺がスペード歌うから、お前クローバー歌えよ。たかが道場と思うかもしれんが、あれは我が一族が300年にわたって守ってきたもの。我の代で滅ぼすわけにはいかぬ。我の命に代えてでも守らなければならぬ。そう思っていた。おい、そこ俺のパートだろうが、一番いいところで。だがそんな思いこそが我の弱さだったのだ。そのせいで我は黒幕に従うという過ちを犯してしまったのだから。黒幕が我に命じたのは、殺人を犯せという命令だ。黒幕は最初の殺人が起きぬまま、事態が膠着するのを危惧していたのだろう。だが黒幕にとっても我にとっても計算外だったのは、それよりも先に前園さやかの事件が起きたことだった。それにより計画は変更となった。そこで黒幕は我に待機を命じた。次の膠着状態が訪れるまでの待機だ。だがそこでお主たちと生活を続けていくうちに。どういうパート分けなんだよこれ。朝比奈と生活を続けていくうちに、我の決意は揺らいでいった。忘れなぐらいむずい。皆が必死に戦い、必死に生き延びようとする姿を見て、我は自分の心の弱さを思い知ったのだ。黒幕に屈した弱さにな。そして何より、我を親友と言ってくれる人物を裏切れない、そう思うようになったのだ。それで大神さんは、我は決めたのだ。もう引かぬ、もう媚びぬ、もう顧みぬと我は決心したのだ。お前と戦うと。なるほど。
だけどそのせいで僕に秘密をばらされてみんなから嫌われる羽目になったんですね。みんなのためと思った決断のせいでみんなから嫌われるなんて皮肉ですな。皮と肉だけですよ。骨なんてありゃしませんね。かわいそう、さくらちゃん。だが皆が我を恨むのも当然だ。全ては我の弱さが招いた結果なのだからな。だから自分に向けられる攻撃は全て甘んじて受け入れるつもりだった。それがお主たちを裏切ったことへの罪滅ぼしだが、甘かった。事態は我の力だけでは収まらなくなっていた。そしてそれこそが黒幕が我の裏切りを公表した本当の目的だったのだ。我にはこの事態を収集させる義務がある。その義務を果たすため我は黒幕から受けた命を果たすことにした。殺人を犯せという黒幕の命を。ただし我が殺すのは我自身だ。なるほど。黒幕が誰かを殺せというなら我は我自身を殺そう。それならば人質のあった道場も救われ、何よりお主たちに殺し合いをさせずに済む。我が死ねば争いの火種も消える。超かわいそう、さくらちゃん。そのために我は命を懸けよう。お主たちにはその価値がある。我の命を懸ける意味がある。葉隠れが死んでさくらちゃんを蘇ってほしい。お主たちがどう思おうと我の大事な仲間に他ならないのだからな。我にとっての初めてのな。じゃあさくらちゃんはみんなに追い詰められてみんなを恨んで死んでいったわけじゃなくて、そんな、みんなが争うのを止めるために、みんなを守るために、むしろ逆だったのよ。彼女は強かった。強すぎたのよ。そこまでの自己犠牲は普通の人間ではなし得ないよ。でも彼女の強さがそれを可能にしてしまったのよ。悲しい。朝日奈よ、最後に謝らせてくれ。お主に何も打ち明けられなかったのは、打ち明ければ間違いなく我を止めるからだ。本当にすまない。だが悲しまないでくれ。黒幕の企みを阻止できるのなら、お主たちの殺し合いを止めることができるのなら、我は本望なのだ。これが私の選んだ道、我のけじめの取り方なのだ。この遺書があれば我の学級裁判もすぐに終わるはずだ。危な。朝日奈よ、嫌な役回りを頼んですまぬが、後のことは任したぞ。これから戸上と深川と葉隠れに会ってくる。死ぬつもりだとは伏せておくが、我の思いだけは伝えておきたいと思っている。超かわいそう。それに引き換え葉隠れの人間のクズ。俺が殺す葉隠れは。あとは言葉ではなく行動で示すのみ。そうすればあいつらも気づいてくれるはずだ。我らは憎しみ合う敵同士などではなく、協力すべき仲間同士なのだということをな。朝日奈よ、お主は何としてでも生き延びてくれ。仲間と共に生き延びるんだ。俺がビヨンドで殺す。そんな。しょうがないな。ほんと余計なおせっかいでしたね。おかげで大神さんは無駄死にっすよ。しかもそんな余計なおせっかいのせいでみんなの命まで危険にさらしてさ。はい、責められる。みんなに責められる。当たり前だよね。それだけのことをしたんだもんね。次の犠牲者も決まったね。次の犠牲者はもう満場一致で葉隠れだろ。何言ってんだよ。誰も責めやしない。はそもそもお前が偽物の遺書なんかで朝日奈さんを騙したのが悪いんだ。それに、大神さんは無駄死になんかじゃない。だって大神さんは僕たちに思い出させてくれた。僕らは憎しみ合う敵同士なんかじゃなく、協力すべき仲間同士なんだってことを。そうだな。せえ、お前は。誰がお前の言うこと信用するか。俺らがオーガに間違った憎しみを向けたせいでこんなことになっちまったんだし。どうだ、責めらんねえべ。誰も朝日奈っちを責めらんねえべ。うほー。最初から内通者なんて関係なかったんだ。だって僕らが戦うべきなのはお前だけなんだ。何さ、何なのさ、この流れ。イライラ。そうじゃないでしょう。この殺し合い学園生活はお前ら同士の競争だよ。ほら、敵はお前ら同士なんだって。確かにモノクマの言う通りだ。お前は黙っとけ。おお、戸上くん、分かってくれる。このゲームは俺たち同士の蹴落とし合い、勝者だけが生き残れる命がけの蹴落とし合い。お前意外と無能だぞ。なんか一番キモくて社会で必要のない人間って自分が有能だと思ってるやつだからな。人間って大抵の人間普通なんだよ。いるだろ、ネットとかにも自分のことすっごい頭いいとか有能だと思ってるバカ。お前みたいなやつが一番いらない。しかもお前以外の人間はそれに気づいてるんだ。トガミ、自覚できてないお前が一番痛くていらない人間なんだ。確かにその通りだ。だからこそ俺はこのゲームから降りることにする。は？あれれれれ、当然だ。朝日奈とオオガミは自らの命を犠牲にこのゲーム自体を否定しようとした。
そんな行動のせいで誰もがすっかりこのゲームへの恐怖心を捨ててしまったようだ。何度も言わせるな。緊張感のなくなったゲームに参加する意味を。ああ、響いたじゃん。だから俺はゲームから降りることにする。なんと素直じゃねえな。となれば残された俺の楽しみは一つだけだ。決まりだ。この俺を操った気になっている黒幕にきついお仕置きを食らわしてやることだけだぜ。戸上くん、それってもしかして勘違いする勘違いしないでよね。別にみんなの仲間になったわけじゃないんだからね。俺は甘っちょるセンチメンタリズムに動かされたわけではない。私もベーカー様についていくわ。黒幕が燃える男子って可能性もあるしね。みんなね、どうかしら。これでも大神さんの死は無駄だったって言える？おい、みんなでも葉隠れには注意しろよ。ふい、チェンメール回そう。ふん、つまんないの。だけどいいもんねえだ。僕にはまだ例のお楽しみタイムがあるしさ。どういうことだべ？どういうことだべ？じゃあヘッポコ内通者のことなんか忘れていつも通り始めますかね。お前らお仕置きしちゃうよ。ん？お待ちかねのお仕置きタイム。誰も。あーららららら。でも犯人だったオーガチンは死んでますけど。まさか。私？いやいや、クロが死んじゃったからって代わりの生徒お仕置きにしたりしないよ。僕ってクマ一倍ルールにはうるさいからね。だけどさ、使わないのはもったいないじゃん。せっかくスペシャルのお仕置き用意したのさ。そこでスペシャルゲストを用意しました。誰？では張り切っていきましょう。お仕置きタイム。葉隠れでお願いします。ん？あ、アルターエゴだ。せっかくバレちゃったんだ。ネットワークにつなげたせいでバレちゃったんだ。そんな、ひでえべ、撤回になっちゃった。あしゃ。危険なのは分かってるよ。それでもやらなきゃいけないんだ。それでみんなのことを思うと胸が、なんか俺も視聴者のこと考えてると胸がポカポカする。これ何？同じ。胸がポカポカして、なんかあったかい気持ちになって勇気が湧いてくる。一緒の感情だから多分。みんなのためなら怖くないんだ。今日早めに終わったらゴミ拾い行こっかな。街の。よくも僕らの仲間を。仲間！よくも殺したら、仲間！仲間じゃないよ！ただのデータだよ！なんか俺の中のドラえもんが、どんどん悪役になっていく。あ、どうしたの？パソコンで友達なの？痛くねえ？ボールと友達って以上に痛くない？あれはただのデータだよ！ただのデータよ！うるさい！ただのパソコンなんかじゃない。アルターエゴは仲間だったんだ。お前はそれを殺したんだ。全てのものに霊魂が宿る的な精霊信仰ってこと？アニミズム的発想？まあ何でもいいけどさ。っていうか目障りだったんだよね。勝手に余計なことまで調べようとしてるしさ。やはりね。やはり気づいたのね。結構お前ら大きい声で喋ってたよ。何度か。食堂とかで、アルタエゴがどうだ、ああだこうだとか。結構バレてたよ。実は。いやいや、僕は最初から気がついていたよ。藤崎くんがノートパソコンに何かしてたことも、お前らがそれを使ってデータを解析していたことも。最初から何もかもお見通しですがな。そもそもそのノートパソコンに入っていたデータって言うならば僕からのプレゼントだったわけよ。あの難解のロックを解除できた場合のみ手に入るご褒美的な情報だったわけなのよ。あのね、だからさ、それを調べること自体には問題なかったんだけど、ネットワークまで覗きに来るのは調子に乗りすぎなので処分させていただきました。お仕置きタイムのおかげで幾分すっきりしましたぞよ。無意味な死を見るとなんだか元気出るよね。下には下がいると思えるしさ。違う、無意味な死なんかじゃない。みんなの死が、仲間の死が、僕たちを強くしてくれるんだ。いつか絶対思い知らせてやる。どけどけ。うわ、めちゃめちゃ怒ってますやな。むっちゃ怖いですやん。じゃあ。そろそろ退散。でもその前に。そうそう。続きを読んでおかないとね。え？続き？朝日奈よ、最後に仲間のみんなに伝えてほしいことがある。おそらくこの学園の謎を解く手がかりとなるはずだ。え、手がかり？内通者として幾度となく黒幕とやり取りをした結果、我はある事実を知るに至ったのだ。その事実とは、黒幕は我らの体にあることをしている。そのあることとはおそらく、盗聴的な？おっと、危
危ない危ない、これ以上はネタバレが過ぎますよ。残念。というわけで読書会は終了。はあ、なんでこんな中途半端なところで、気になるでしょう、この歯切れの悪さに腹が立つでしょう。お前らそれが目的だよバーカ、お前らが妙な結束固めやがる仕返しだもんね。じゃあせめてさくらちゃんの衣装あげるわけねえだろ。そんな、残念でしたね。で、あれなんだこれ、何今度は何なの、あれあれ、なんか衣装の最後の文章が、最後に黒幕に言っておくがいい、我はタダでは死なん、必ずや貴様に一矢報いろとな。なんだよこれ、マイケヨシミだよね、タダでは死なない、一矢報いる。まあいいや、死んだ人間のこと気にしても仕方がないわ。じゃあ僕はそろそろ失礼するけどさ、お前らも一晩ゆっくり休んで、この学園生活への取り組み方を考え直した方がいいと思うよ。本当に卒業しなくていいな、外の世界の未練は本当に断ち切れるな。よく考えるんですね。黒幕が僕らの体に何かをしている。前にキリギリさんもそれと同じようなことを言っていたような。あれはセレスさんの学級裁判が終わった後。あなたは何をしたの、あなたは私の体に何をしたの。あー、なんか心当たりがありそうだね。ドキ、僕らは何をされたってんだよ。ゲイだよ、ゲイだよ。そんでこれからどうすんべ。なんだ、上に帰る以外に何があるんだ。あの、私は、私も一緒に帰らせてもらっていいんでしょうか。朝日奈さん、やっぱり責任を感じて。バカバカしい、うぬぼれるのもいい加減にしろ。お前のような間抜けが仕掛けた謎だと大したことではない。ありえん。あの程度のことで俺が殺されるわけないだろ。お前殺されかけてたじゃねえか。へえ。よくべ、キリギリッチと、ナイギッチのおかげだっぺ。黙れ。黙れ。本当にごめんなさい。いつまで謝ってるつもりだ。それで最後にしろ。お前に何度も謝罪されるほど俺は落ちぶれていない。ごめん。うん、わかったよ。そうするね。あれ？今の違うよね。攻略フラグとかそういうんじゃないよね。ダメ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 。私と白夜様の恋路を邪魔する人間が存在してはならないのよ。は？何言ってんの？そんなわけないじゃん。誰があんなかませメガネを。なんだと。かませメガネ。かませメガネだから、かませメガネって言ったんじゃん。どうやらお前は廃棄処分にされたいらしいな。ちょっと白夜様と口喧嘩なんて羨ましい。私も白夜様と罵倒合戦がしたいのに。やっぱみんなそう簡単に仲良くってわけにはいかないか。そりゃそうだよな。ほう、こうして大神さんの学級裁判を終えた僕らは再び希望神音学園へと戻った。だけどこれで話は終わらない。もうちっとだけ続くんじゃ。さらに時間は飛んで個室に帰り、そして夜になり、夜時間となり僕は眠った。だけどそれでも終わらせてくれない。声が聞こえた。う起きて。あ、キリギリさん、なんで入れんの。キリギリさんか。起こしに来たのよ。起こしに来たって、ていうか鍵は開いてたわよ、不用心ね。開いてた、嘘。今何時なの。そう、3時よ。もちろん夜のね。こんな時間にどうしたの。大神さんが遺書の最後に言ってたでしょ、我はタダでは死なん、貴様に生きし報いるって。あの言葉の意味を確かめたいの。するとキリギリさんは僕の耳元に顔を寄せ、4階の情報処理室。え、じゃあね、先に行ってるから。先にシャワー浴びてこいよ。それだけ告げると彼女は僕の部屋から去って行ってしまった。は、4階の情報処理室入れてない。でもあそこって確か鍵がかかっていたはずだよな。そう、そしてやってきた情報処理室だけど、そこにはおかしいな、先に行ってるって言ってたのにもう情報処理室の中に入ってるのかな。僕は情報処理室のドアに手をかけ、そして勢いよく開け、カチ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 、なかった。やっぱり鍵がかかっている。だったらキリギリさんが言ってたのって何だったんだ。おや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 、何してんの。ほらこら、鍵とかかってるドアを壊すのは禁止だよ。いや、僕はただまだドアを破ったわけじゃない、そう言いたい誰でもね。ほら、そんな見ればわかるよ、見てわかることいちいち説明しないでよ。ま、僕は注意しに来ただけ。だって今にもドアを破らん勢いだったからさ。っていうか3時だよ、深夜の僕だって眠いんだからさ。妙なことしてないで寝やがれ。これなんか陽動作戦みたいな感じっぽくない。どうかしたの、何を騒いでいるのかしら。キリギリさん、違った。お前もかお前ら、いいから二人とも寝ろ、僕だって学級裁判で疲れてんの。わかったわ、ナイギ君帰りましょうか。え、な、聞こえたでしょ、帰るのよ。わかったよ。プンプン、そうだそうだ、帰れ帰れ。あのさ、今のって何だったの。今の一連の行動に何の意味が。ふう、何でもないわ。
じゃあね。じゃあね、おやすみ。だけどその去り際だった。戦場ムクロ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 、知らん。この学園に潜む16人目の高校生。え？超高校級の絶望と呼ばれる女子高校生。は？戦場ムクロに気をつけて。何戦場ムクロって。急にぶっこんできやがった。戦場ムクロが増えた。To be continued。続きはまた今度。ダメだなあんた。